いらっしゃどうも。ー。ご最無近沙汰はしいてかがまでござす。いますか？本当だね。前回は、だから、去年の10月の学会で来た時ですよね。あ、うちに来てくれた。そうそう、が、10月ね、去10年。月、はあの時は、立命館で社会政策学会があった時に、こちらに来させていただいて、で、今回が、まあ、だからそこから考えて、半年ちょっとぶりぐらい。今回はどういう目的で京都に来たんです今か？回は、東アジア社会政策学会、ディータージアンソーシャルポリシーっていうところの学会が、そこの、すぐここからも行ける、国際会館。国際会館はね。い、ここから車だったら15分ぐらいだね。国際会館で、ありまして、で、そちらで、まあ、自分が報告するわけではないんですけれども、まあ、コロナ前に参加した、国際学会から、あと、まあ、対面で参加できるものがなかったので、まあ、国内学会で、まあ、国内で開催されるということもあったので、ちょっと参加しようかなと思って。今回何人ぐらいの参加者？まあ、今回はでも、100 人ぐちゃらい。んと数は見てないですけど、もうそれぐらいはいたんじゃないのかなっていう、結構アジア圏からも、自分が聞いた報告だけでも、インドネシア、台湾、韓国、中国、香港、いろんな、まあ、アジア圏の方もいたし、で、部会的には、ヨーロッパの EU のそのソーシャルポリシーのことが、プレナリーセッションで報告があったり、国内でも、例えば、落合恵美子先生とかがジェンダーの研究の報告をされてたり、まあ、東僕、大のね、はい。もうやめたのかな、定年で。多分、なんか所属はちゃんと見ても、そんな感じですかね。名誉教授になってるかもね。で、あと、僕のもともとの、研究指導いただいてた竹川先生なんかも、まあ、日本の高齢社会と、日本の社会政策って言って、ことで、ご報告をされて、プレナリーセッションでご報告され竹て、川さんははい。東大ををややって、め名誉て、教授になっあ、で、て、明治学院に移って、明治学院か。明治学院も定年退職されて、明はい。治学院も、いつ頃定年退は、職今か。年の春に定年退職したばっかり春。あそこは68なので、そうなんだ。はい。そうですか。竹川さんの社会福祉政策？そうですね。まあ、社会政策で、社会まあ、政策？今回のご報告は、それこそ年金の問題から、住宅の問題から、まあ、重要な問題じゃん。で、それにあと、今ご指導いただいてあります、けなりやすし先生も、同じところでご報告されてて、あと、堀田さとこ、慶応の堀田さとこ先生と、って形が、3人が、まあ、日本の、高齢社会における社会政策っていうので、プレナリーセッションでご報告されてたっていう形。白波瀬さんも来てた？白洲さんは来てなかったですね。白波瀬さんの研究っていうのは、社会政策ではないのか、社会学の中でも。でも、社会政策も今回も本当、報告の幅が広かったので、もちろん労働から始まり、労働、ジェンダー、それから、なんか、彼女はジェンダーも関わってるのかな。そうですね、計量的な手法でジェンダーのこととかもされてますから。そうだね。まあ、だから、そういう意味で言うと、すごく懐の広い社会政策ってところで、まあ、自分も普段から、なんか、よく、親交のある同年代の研究者の方でも、まあ、労働のこと研究されている方、障害の研究されている方、公務員労働のこと研究されている人、で、自分みたいに地域福祉の人みたいな形で、いや、本当に多様な方が参加されてました。それで、そのグループセッションというか、その、グループ深に分い。かれて、もうちょっとこう個人的に話し合うみたいなはい。もう、場もあったの？いろんなところに参加させていただいどういて、うところへ行くんだ？例えば僕が参2 加、泊3日、3あ、泊？えっと、み、えっと、来たの4は泊。水曜日から来てて、実は。結構長いじゃん。そうなんですよ。水、木、水、金、土、木、日って。金、4土。泊5日で。今日日曜だからはい。ね。水、木、金、土。日。4泊55日。日。で、そう、水曜日は、今、自分の東大時代の、先輩が、大手門学院に、ご就職されてて、あともう一人は大手門学院にも知り合いの先生がいてってことがあったので、まあ、ちょうど泊まってたのが茨城だったので、茨城から行ける距離だったので、茨城まあ、はまあね、大阪の近いからね。そうですね、どちらからでも行けるし、いかんせん、やっぱり今、京都市内ホテルが高いので、高い。高いです。やっぱどれぐらい？ 1 万5千ぐ1らい。万5千円ぐらいを普通にしてきますね。数枚ぐらいで。そうですね。なんで、まあ、それだったら、大阪は全然30分ぐらいで行けるからってことで、大阪の方に泊まらせてもらってて、で、大手門学院がすぐそばだったので、大手門学院さんにまず行き、で、木、金と
と学会参加しうて、で、昨日はちょっとプライベートも含めて人と会う予定があって、今日帰る前にぜひ先生のところにと思って。ああ、そうか。はい。まあ、会えてよかったです。そう、本当本に。というところでね、当に。はいはい。その学会のことをもう少しあ、詳そうしですね。く聞きたいけれはいど、インドネシアとアジアの、フィリピンと、はい。あ、どこのが話を聞いたの？僕がいた部会で参加されてたのは、韓国と中韓国と国。台湾、香港、で、インド、若手の部会、若手の、大学院生とか大学院、ポスドクぐらいのところの部会で、インドネシアとかの、方の報告。それで、まず私がちょっと確認したいというか聞きたいのはい。は、韓国、中国でう日本以上の超、少子高齢化がんうん、うん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 やがて進むだろうはいと、人口推計によって大体はっきりしてるんだよはいね。だから韓国は5年遅れぐらいで日本を抜くかもしれない。中国はその後すぐに追い抜いていくだろうというふうな状態だと。それと社会福祉政策にせよ、医療政策にせよ、まあ、死生観の問題にしても、まあ、両国ともに日本が今ぶつかって直面しているようなね、問題を、もう本当に喫緊にね、そうですね。こう向き合うことになると。で、そういう彼らの問題意識っていうのか、社会福祉政策みたいなものに対する準備っていうのは、まあ、どんな状況にあるのかちょっと聞きたいんだけどね。もう準備というよりも、もうすごく、差し迫った問題として、今回も先月ぐらいに合計特殊出生率のまあ、出出た生と率き、はね。い。出てたときに、韓国が今年0.6だった。一番低いでしょ？そうそうで世す。界で一番だよ一ね。番低いっていうの、0.06。0.6です。あ、0.6ね。日本は0.1ぐらいになってるあ、の？れ、えっと、日あ、本で、は1、あ、1、1.1 ぐらいまあ、か。東京がこの間新しい推計で0.9だったっていうのが確か出て、まあ、都市部と地方部の違いはあるけど、まあ、それでも韓国の方がやっぱ進んでいて、まあ、今回も韓国の研究者の方なんかも、やっぱそこを意識して、その政策のことを、一個聞いた報告が、実際に韓国の、3つの都市を比較、まあ、規模の違う3つの都市を比ソウル較、と、もう全然ソウルとかじゃなくあ、て、もっとちっちゃい地方都地市。方都市という、中心都市じゃない地方の、同じ州っていうか、中にある都市を比較する形の報告だったんですけど、実際に提供している福祉サービスが、その福祉サービスの、別の統計とか調査で取られている実際のニーズにどう違うのかと、それが自治体規模でどういう政策が提供されていて、何が提供されていないかみたいなのを、量的な、ちょっと分析手法はちょっとそのデータをちゃんと見ないとって感じなんですけど、その量的な分析手法、いわゆる、文字データの、テキストデータの質的、量的研究みたいなのをされて、そのニーズとのマッチング具合みたいなのを明らかにするみたいな研究を見たんですけど、やっぱそこの中でも子育て政策っていうのは、やっぱり大きなトピックとして、ニーズはあるんだけれども、地域によってとか、で、逆にも高齢化が進んでるところだと扱われてる、扱われてないとか、そういうような話をされてて、その中でもう、なんていうか、これから起こる問題ではなく、もう明らかに今ここにある問題としての人口まあ、動態の変動、もう起こってると捉えてる捉えし、てる。向き合ってる。そうですだけね。ど、具体的な政策としては、まだなかなかはっきりしたものが打ち出せないかも、っていう状態。ところも含めて、じゃあどういうことをやらなければいけないのかっていうのは、問題意識として共有されているなっていうのは感じましたね。それは韓国ね。韓国です。で、あと中国とかは、もう僕が聞いた部会がどっちかというとソーシャルワークの部会だったんですけど、ここでも、ちょっとお水を飲んでください。そうですね。まあそこは少子化高齢化、まあでも実際にディスカッションの話を聞いている、ジェンダーの話だったり、社会政策の話だったりを聞いているとありがとうごこれ、ざいます。氷入ってない方がいい？どっちでも大丈夫です。じゃあ、とりあえず、量いただいて、たくさんある方で、氷なしでいただきます。はい。そうですね。まあ、そじんゃあ、な、まあ、乾杯しましはょい。う。お疲れ様です。
なのでもう、そういう意味で言うと、まあ、でも世界各国どこ見ても、なんか、これから起こる問題というよりも、人口動態の変化っていうのは、もうまさに現在進行中の問題だし、やっぱ社会政策ってその短期間の問題じゃなくて、長期に年金の問題しかに、その経済、医療体制を作るっていうこともそうだし、それから介護の体制を作るっていうのもそうだし、ある程度長いトレンドを見据えての、研究領域になると思うので、各国、なんていうかな、さっき先生がおっしゃったみたいな、これからの問題ではっていうところより一歩進んだ認識で、皆さん、どこの国でも研究されてるなっていうのは感じましたね。それはどの国でもというのは東アジア以外でも全部あ、全体で東アジアっ東ていアう。ジアの研究のが、まあ、中心だったのは、今回ご、あの、口頭報告をされてた方は、東アジアの方が主で、で、その、いわゆるその、より大きな、その、もうちょっと、社会政策全般とか、政策の全容に関わるような報告で聞いたのが、例えばその、計画行政の話とか、あと、それから、EU における、その、レジリエンス、の研究、政策がレジリエンスを、こう、担保するようなものじゃなければいけないみたいな、そのプレナリーのセッションなんかは EU の方だったんですけど、なんか、より実践的なというか、この、個別の研究者の方の個人の関心でされている報告っていうのは、今回かなりそういった、アジアの方が多かったのでっていう感じです。なので、自分今回見た範囲では、アジアの研究者の人たちに限ってですけど、まあ、実際にそういったこれから起こり得る問題を今から地続きの問題として捉えたっていう印象を非常に強く受けましたね。主要言語はイングリッシュオンリー。そうですね。英語でやってじゃあ、まそしたね。の東アジアの人たち全員はそうですね。英語なんだ。そうですね。国際学科に関しては、そんな状況だね、もうずっと。そうですこれからね。も変わらないね、これは。だと思います。その英語支配っていうのもね、嫌だよな。まあね。しょうがない。ただ、面白かったのが、一番最後の部会、僕はソーシャルワーカーの部会に出たんですけど、じゃあちょっとまあ、たまたま出席者が報告の登壇の、まあ、そもそも3報告ある予定だったのが、1本キャンセルになって2報告になり、2報告がそれぞれ2人ずつ共同研究みたいな形で行ったんですけど、と、参加者が、中野と、京都大学の丸山先生が座長をやっていて、あと同志社の院生さんがいてっていうだけしかいなかったんですよ。ああ、5、6人だった。そうそう。で、もうそこは、なんか後の終わった後の質疑の時間も、もう別に質疑って形取らなくていいから、座組でこう円卓でやろうよみたいなそれ感なじ。かなか良かったね。そう。で、そこで、まあ英語基本にしつつ、その中国の院生さんの方が、まあ要は日本の、同志で、社会福祉勉強されてる日本の制度のことを分かって、自分も割と日本の現状を、まあ英語で言うんだけど、足りない部分中国語でフォローしてくれて、で、そこが、中国の、台湾出身で今、香港で研究されてる方と、自分って形だったんで、だから、台湾出身で香香港の港大で学研で究しいている人る、と中国出身で、中国で研究してる方と、中国から来て、同志社で今、留学してる人と、みたいな。結構面白いね。そうですそね。れぞれ違いで、があるから。そうそうそう。それで、自分も行って、って形で、まあ、日本、まあ、国家資格制度のことと、まあ、ソーシャルワーカーが、一つの報告が、まあ、なぜ燃え尽きてしまうのかっていう、バーンアウトの研究。で、ソーシャルワーカーのバーンアウバーンアウト。ト。で、例えば、どういう事態になって、ソーシャルワーカーがバーンアウトしで、たその、の？企業、えっと、げ、えっと、バーンアウトしない要因として挙げられてたのが、逆に、その、例えば、企業の持っているビジョンと自分のソーシャルワーカーとしての理念の一致だったりとか、まあ、その、いわゆる、なんていうかな、金銭的なものとかっていう、その、そもそもソーシャルワーカーっていうのが、の、その、金銭的なところ以外で、燃え尽きてしまうみたいな、じゃあ、側モ面。チベーションとか、割とこう、本当に仕事の生きがいみたいな部分ってそうです結構ね。大きいってことだそうでね。すね。で、もう一本の研究は、むしろそういった職業選択の方の話で、プレソーシャル、要はその社会的なその動機づけっていうのが、なぜ人々がソーシャルワーカーという職業を選ぶのはなぜかっていうののプレソーシャルな動機づけを研究するための、まあ、基礎的な報告として、そのどういうようなモデルが考えられるかみたいな要素を出していくっていう、その、これから調査をする前の前段階としての調査モデルの報告だったんですけど、だから両方共通しているのは、ね、そう、ソーシャルワークっていう、まあ、非常にこの社会的な意義というかを自覚することが軸になっている職業をなぜ人が選び、どうしてそれを
駐在してしまうのかっていうような報ん。告で、まあ、そこと組み合わせて僕なんかその国家資格のライセンスの問題と、ライセンスをこう獲得するための教育がどういうふうにそこをこう、担保してるか、頼むかってそういですね、ボケーショナルな部分が、う。事前教育の部分でどういうふうに倫理観だったり、その職業性みたいなものを獲得してくるかみたいなところと絡むんじゃないかって話で質疑で、まあ、僕の方からもいろいろとコメントさせてもらって、ただ、そうするとやっぱ国家資格の話とか、じゃあ誰が権限者になってて、どういう権限がこうその人にあってとかっていうね、やっぱもう国ごとに全然違うし。そういう国の意識で、一番しっかりさ、ソーシャルワーカーの位置づけ、この意義、社会的意義みたいなものを打ち立てている国ってどこ？東アジアで。西アジアだと正直どこも本当にいわゆる元からソーシャルワーカーっていうのと国家資格日本でいうとこの社会福祉士ってデュアルになっていて、で、要は国家資格がなくっても、要はその専門性とか、その自分、そのいわゆる実践家として、社会事業家としての部分っていうのは、どこの国もいると。で、中国とか台湾でもいて、中国なんかそのいわゆるそのコミュニティワーカーって呼ばれている、日本で言うとか多分、コミュニティワーカー、どういうことだよ。だから、いわゆるその地域内の、人々の困りごとを聞いて、日本で民生委員みたいなことだと思うんですけど、ああいった人たちも、いわゆる、まあ、ソーシャルワークではあるわけなので、まあ、大きな意味でね。そうです。で、そこと、でも実際にライセンスを取る人がいて、みたいな話で、ライセンスを取る人の動向を、両方の国が聞いてて面白かったんですけど、景気が悪くなると福祉系の仕事にやっぱ人が来ると。で、やっぱ2000年代後半、あ、2010年代の後半ぐらいから、やっぱ各国いろんな社会情勢、コロナの中でもってもあって、国もそういう人々に近いところで、仕事をする、ソーシャルワークをする人が重要だっていうのは認識してて、そこの人を増やしたいと。で、そこで職業の需要が増えて、とりあえず仕事がないっていう状況から、やっぱそういう分野に来る人も増えてるっていう。だからその、あれですよね、これ、卑近な例え話ですけど、不況になるとお笑いが流行るっていうじゃないですか。そうなの？そう、要は不その、況になるとお笑いが流行るね。そう、じゃあ要コは、ロナ時代お笑いは流行った？多分そういうのあるんじゃないかなっていう。要はその、消費できるエンタメとして、安価で消費できる。確かに。で、ある種、その、なんていうか、こう、現実逃避ができるものとして、まあ、そういうのが入るっていうのと一緒で、なんかやっぱ困った時に何かこう、糸口になるものと、そういう職業が増えるみたいな流れで、各国ソーシャルワークとかが注目されるみたいなところで、多分、どちらの研究者の方も、なんで、まあ、こういう現状が起こってて、あ、一方で言えば、その、そういう社会的な意義みたいなのがどれぐらい意識されてるか。で、一方では、そういった目的とか価値観を持ってきた人がなんで辞めちゃうのかみたいなところに、多分関心があるのかなっていうのが、報告の中から垣間見えて、だったので、まあ、そういう意味で言うと、その、さっき先生がおっしゃった、一番その位置づけがしっかりしてる国はって言われると、実はなかなか東アジアっていうのは後発的にソーシャルワークが確そのかに。精力化してきまあ、た英国なん国で。が一番早いのかな。そうですね。まあ、イギリス的な、まあ、イギリスのソーシャルワークとアメリカのソーシャルワークも実は全然系譜が違っているのはあるんですけど、アメリカのソーシャルワーカー、これも僕もちゃんと、半分聞いた情報などの部分もあるんですけど、アメリカのソーシャルワーカーは結局、シカゴ学派とすごく袂を分かってるんですね。アメリカの社会学とすごく袂を分かっていて、アメリカの社会学はどちらかっていうと、ちゃんと調査をするとか、その現地に入っていって、それを社会学科学的に見るっていうグループと、そうじゃなくて実践の改良主義でやる人たちっていうのが分かれた結果として、ソーシャルワークの学問と、社会学の学問っていうのができたっていう系譜を持ってるんではっすきね。り2そうつそ分うそう、かれ分てかれてる。ると。じゃあ、シカゴ学は、派はどっちが？いわゆる調査の人、社会調査と貧困調査をやっていくグループ。で、他方で、イギリスのソーシャルワークって、いわゆるソーシャルアドミニストレーションの中に入っていて、社会、いわゆる政策政科策学ね。とかのなんですね。で、それは、ウェブサイトとかが、まさにその大学を作って LSE に投資をして、で、その中で社会を良くしていくっていう学問をより政策的な位置づけに持っていって、学問体系に入れてるんで、医療に関しても似たような傾向がない？そうです、そうです。ね、米国と英国との違いみたいなものは。だからそういう、なんか社会を改良主義的なものを、政策の中に取り込んでいる、イ言いギリスず。と、よりその実
戦の中でもうとにかく現場からスタートするってアメリカとの間にあって、そのどちらの要素も影響を受けながら、独自にそれぞれの、国で育ってきた地盤の、そのなんていうか、社会、近隣救済というか、様々な救済の活動っていうのを、その後から言語化されているって側面があるんじゃないのかなと。それは東アジアの東アジ3アカ国の、の状況。ただ見えてくるのかなっていう。だからこまあ面そ、白かったね。じそうでゃあすその辺ね。のところが。まあ欧米の先進、まあソーシャルワーキングの先発国と、まあ中発後発の東アジアのね、3カ国というのを比較対象しながら考えることができて。そうですね。そこはすごく、まあ、すごい少人数で議論ができたこと。で、しかかも、つその3カ国が一番深刻なね、そういう、こう少子高齢化に、まあ、世界が先駆けて直そうです面するわね。けだから、まあ、一番その費用の問題もそうだし、まあ、ソーシャルワークも、それから看護も介護も含めて、そうまあ、大変な事態だろうね。ですね。まあ、手に余ってしまう。で、そういう中で、バーンアウトするということの内容ね、まあ、何がきっかけでバーンアウトしていくのか。そこも、報告が、本当に結構ちゃんと調査をされてて、質的調査だったんで、ちょっとまだその、しかも当日の資料が配布されてなかったんで、まだ読み込めてないんですけれども、でもそうですね、バーンアウト、どちらかというとバーンアウトしないためには何ができるかって研究だったんで、なんかそのプリベントなんですね、予防として何が必要かみたいな形の研究でしたね。何があるとっていうのは、だからそういう意味で言うと、ちょっと、そこからは言えないじといゃあ、う。予防するには何が必要なの？でもそれには、やっぱりその先ほど言ったその職場でのその価値とかその教育とか、まあ、要はその、モチベーションを継続させるための社会的要因みたいなところに注目して研究をされてたっていうそ感れじはどこでも同じだろうね。ですね。まあ多分それはある意味で言えばその、福祉の仕事に限らず、まあ、福祉の特有性っていう意味では、その先言ったその職場の持っているその方向性とか、その、なんていうか、この、その社会に対する向き合い方みたいなところもあるのかもしれないけど、でもそれは確かに先生がおっしゃったみたいで、いろんな職、多分教育でもそうだし、で、これは自分の知り合いの、スクールソーシャルワークの研究をしている、方がいるんですけど、その方が、スクールソーシャルワーカーが、なんで燃え尽き症候群になってしまうのかという報告を、ちょうど去年、ここで、去年、こっちで作学る会の調時査、に、作るソーシャルワーカーね。にやってて、その時面白かったのは、スクールソーシャルワーカーの燃え尽きは、実は、ソーシャルワーカーって、教師とは全然別のシステムで動いてるはずなのに、スクールソーシャルワーカーは学校の価値観に非常に、はまってしまうと。なるで、ほど。学校教員の価値観を持ちながらソーシャルワーカーをしてしまうので、コンフリクトを自分の中で起こして、なる燃えほ尽どきるね。みたいな報告をされてて、どの、ジレンマだね。そう。それね、ちょっとその辺、今の学校の現状を見ると、モチベーション上がらんわね、確かに。で、学校の価値観みたいなものに近づけば近づくほど、自分の中で齟齬感とか、自分は違うというね、違和感とか感じて、まあ、燃え尽きに突っ走るしかないみたいな、ドロップアウトをするしかない。で、私は、内発的景気と外発的景気があると思うんだよね。まあ大きく3つあると思うんだよね。内発的景気っていうのは、まあモチベーションを高めるためには、その人が持ってる志みたいなミッション意識みたいなものが、やっぱりきちっと出来上がってるか、それはもちろん小さい時からの自己形成とか、教育プログラムのね、例えば君なんかは、もう初めから長野県知事になるとか、宣言してたんじゃない？何十年とか。ああいう、こう根拠のない自信みたいな、結構重要なんだよね。自分はこういうことをやりたいとか、こういうのになるみたいな、こう、それは夢でも何でもいいんだけど、そういうものを根本的にこう、自分内在させているかどうかっていうのは、外から与えられたんじゃなくて、自分の中に内発的な契機として持ってるかどうか、これは生涯続いていくかどうかにね、重要な。外発景気としてははっきり言って、社会的地位というか、こう意義付けがちゃんとできているか、社会で。ということと、ペイですね、ギャラ、ギャランティー、ちゃんと待遇が良いか、例えば、労働が過酷であっても、その分、給料が良ければ、なんとか保てることはできる部分があるわけだよそうですね。ね。
だけど、そこは両方ね、安いと、もう、給料も安いし、もう、本当に働けばブラックのように働かなきゃいけないし、それから意義も薄いとなると、これはバーンアップする以そう外にですはないじゃね。ん。ね。そこら辺がまあ難しい議論で、ディーセントワークっていう言葉があるじゃないうん。ですか。まあやりがいのある仕事っていうか、人間らしい仕事っていうところのらしさの、先生がおっしゃっていただいたみたいな、その社会的な報酬と経済的な報酬っていうところの両面がないとっていうとそうころだでよすよね。ね。だからそこのところで学校の先生に対しては、昔あったこう社会的報酬みたいなね、それ先生に対する尊敬心とか、あったわけだよ。でも、どん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 薄れてきて、今やその先生になっても自分防衛しなきゃいけない。医者もそうだけどね、告発されるからね、あるいはクレームが来るから。だからもう防衛的になってしまうと、どっかでその自分が本当にやりたかった教育に対する自分の内発的モチベーションみたいなものが、どん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 こう、後退してしまうというかね、弱体化してしまわざるを得ない。で、学校の価値観がね、ガーッと押し付けてくる、あるいは国からの、教育政策みたいなのを押し付けてくる。それはスクールカウンセラーもほぼ同じだよね。そうですね。スクールカウンセラーもスクールソーシャルワーカーもみんうん。なそうあ、いスーう、シャルワーカーもそうね。ですね。でも巻き込まれてしまって。学校の先生で、うつ状態になっている人が本当に多いんじゃないですか。そうだと思いますだから、ね。同様にソーシャルワーカーも、そういう抑うつか、ね、状態になってしまうということはあり得るよね、大いに。ただ、その他方で、多分、そういうふうになる、これはもう僕の、観測、なんていうかな、こう、自分の、まあ、根拠のない考えの部分もありますけど、ある意味で言えば、今、いわゆる共同的にというか、チーム作業として何か問題に対処するってなった時に、他者の価値観を理解しなければならないとか、他者の価値観を踏まえた上で自分の価値観を示すっていうのが前提となってくると、そうなってくると、じゃその、なんていうか、こう、ある意味で言えば、共同体的な価値観を醸成しなきゃいけないっていう状況にもあって、自分の価値観とか、自分の持ってる価値規範だけではなくって、他人の持ってる価値規範とどう折り合いをつけるかっていうのも、常にこう、葛藤をさせられる、ジレンマを抱えらさせられるっていう部分があって、これ、例えば、大学教員もそうだと思うんですけど、例えば、大学教員やっていても、研究者としての自分がいつつ、例えば、事務をやってくださる皆さんとかと、すごく共同的に作業しなきゃいけないと。で、例えば、で、学科の運営とか、学部の運営ってなってくると、全然違う専門性とか、違う、まあ、モチベーションとか、それぞれの、こう、ごし、あの、それまでの来歴によって異なる価値観を持ってるけども、チームとして、やっぱそういう時にやらなきゃいけないと。で、あと、共同研究やるときも、全く、異なるディシプリンを持っている人たちと、ある程度折り合いをつけながら、でも共同で目指せる研究テーマとか研究のあり方を考えるって時には、まあそれなりにジレンマがあるわけじゃないですか。長野君はその辺をうまくやれる方。僕は逆に他の人の価値観をこう尊重しようとしすぎて自分がジレンマ抱えるところで、自分の我を通すのは実はそんなに得意ではないので、そうなの？はい。やっぱこう、一緒にやってる人たちがどうしてそういうふうにやってるのかっていう関心、やっぱ人に対する関心はどっちかというと強いので、そっちにこう、興味関心がいって。君のおじいさんに対する愛情を見ていると、わかるような気がするね。おじいさんに対してね。やっぱりおじいさんをすっごく尊敬してるし、尊重してるじゃないですか。それは、こう自分の家系、ファミリーの中でも、そのおじいさんを大事にする心っていうのが、やっぱり対等関係をね、多様な対等関係を、やっぱり一人一人、父親や母親とまた違う世代であり、経験を持ってきてる。そういう一人一人を尊重できる心を持ってるってことだよね。だからそれは何かをやるとすると自分のこれだという、それを自分を通していくのは弱いかもしれないけど、逆に言うと、そういうその人の心を組むという点においては、非常に重要なチーム作業ができる、こう、共感的基盤はある。だけど共感的すぎると、そうです自ね。分
がこう、いたたまれなくなっちゃうところもあるわけだようん、そうね。ですね。その辺のね、バランスはやっぱり必要だよね。そうですね。そこのバランスで、ある意味で言えば、まあ、そこを多分貫くために必要なっていうか、多分自分のディシプリンをはっきりさせるっていうことでもあるのかなとは思うので、その辺ですよね。そうですで、自ね。分のやるべきこと、やるべき仕事、自うん。分のミッションは一体何なのかみたいなね、ミッションアンドポリシーみたいなもそうですのをね。自分でピシッとこう立てておくみたいな。ことが多分今必要で、それがまあ多分今やってる博士論文もしっかりだし、研究活動これから、まあ、中期的、長期的に見てどういう研究をしたいのか、自分のその研究を通じて社会とどのようなこう、関わり方をしていきたいのかってところにすごく関わるのかなっていうところかなと。では、京都模試大学、第一部というか、第一章はこれで一つのね、まあ、つい、この、4、5日前から、京都で何ね、どういう国際学会に参加して、何を思って、どういう問題意識を持ったか、みたいな話を今してもらって、まあ、そこでいろんな問題も出てきたんですが、じゃあ、中野君自身が、どういう活動歴でここに至っているかという、まあ、自分自身の振り返りと、それから、初めて京都模試大学で今日ですね、あなたを、京都模試大学未来社会福祉学部長に任命しますから、この問題を、給料はゼロですからね、もうボランティアですからね、総長もはち私ろん、ですけど、全員ボランティアですもちから、ろまあ、でもモチベーションだけはあるわけん、だよ。ね。やっぱり社会を良くしたいとか、うんうんうん。楽しいような場所をしたいとか。はい。で、そのためには、こう、未来社会福祉っていうものを、うんうん。どういうふうに構築していけばいいのかなという問題意識を持って、いろいろと考えてみる。まあ、要はこういう対談を時に折に触れてやるっていうことはい。が、まあ、唯一のと言ってもいいノルマなんですね。うん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 。ワーキングなんですね。はい。この京都模試大学の中での。まあ、そこで、その中野幸喜さんが、まあ、どういう出身、経験、活動歴を踏まえて、今に至っはい。て、昨日、おとといね、うん、うん、までうん。に至っているか、まあ、そのプロセスをちょっとお話しください。はい。まず、自分は出身長野県の松本市なんですけども、まあ、松本市って言いつつ、もともとは長野県東千曲郡畑町っていう町だったんです。東千曲まあ、郡。郡。千曲川の千曲。そうです、そうです。で、まあ、場所としては、上高地の麓みたいなところなんああ、でじすゃあね。本当にいいとこだよね。そう綺です。麗なとこだよ綺麗なとね。ころ大好水きがなん綺で麗だよす。ね。そうなんですよ。で、アルプスだ。アルプスの、それこそで、河岸段丘、あずさ川って神奈川が通ってるんですけど、それは本当に日本の中でも有数の左右対称の河岸段丘って呼ばれていて、まあ、上高地から流れてくまあ、るそうだ川ね。があってっていう、まあそういうところなんですけど、まあその、平成の大合併があって、まあそれで、松本市に九州合併されたのが2010年で、そこに至る経緯っていうのが自分の中で実はすごく大きかったんです。っていうのも、松本は2006年、5年ぐらいに一回住民投票をやって、合併反対が上回って一回流れてるんですよ、合併が。足間が、なんとか、東熊が、で、そう、周りの周辺自治体とのも含めた松本市との合併っていうのが、松畑だけ反対が上回って残されたんです。で、その後に合併推進派の町長が当選して、今度は住民投票じゃなくて、住民アンケートって形で、合併の賛否をやって、そこでひっくり返して、で、合併に持ってったんですね。アンケートでね。そう。っていうのが僕で、かじゃあ、アつ、ンケートだったら質問項目でちょっと微妙に違うことが。で、それが要は、で、その時にはアンケートの対象者っていうのは、まあ、当時、長野県の平山村かどっかが、確か、中学生にも住民投票を認めたみたいなのが全国ニュースになってて、まあ、住民投票の参加者っていうのが、まあ、十分にその将来を担う若者にもっていうようなというのが、まあ、全国でいくつかの自治体があった中で、まあ、自分のところはわけのわかんないアンケートって形でやられて、まあ、そこが僕の中ではやっぱ大きかったんです。誰に意見を聞くかとか、誰がその参加の対象とななるるかほかっど。ていそう。こが早稲田の政経に行く一そうでつす。のモチベーションにモなっチてベーるわションでした。それがけ中学、高校ぐらいで、で、そのタイミングで、誰が、なんていうか、行政の住民参加とか、誰の意見が街づくりに反映されて、誰が除外されるのかってことに対する、原初的な、自分の中の問いが生まれたのがそこで、で、それで政治学をやろうっていうので、そこで、
今、さっき先生がおっしゃっていただいたみたいな、長野県知事になるって言ったのは、ある意味で言えば自分がその行政の中に入りたいっていう、その政策のあり方に対する影響力とか奉仕をしてみたいっていうところがあって、まあ、わかりやすいものとして知事っていうものを出してたわけですけど、まあ、いずれにしても話を戻すと、そこがまあ僕の中の研究の原初で、参加っていうものに注目を置いたわけです。で、本当の住民意識とは何なのか、そうで住す、民そ意思の表明っていうのは、投票なのか、うアンケートです。そうででどいいんのな違か、うがあるので、か。聞き方一つでも違うし、まあ、量的なものと質的なもの、まあ今で言えばそういうそうだね、そそうだう、ね。今の言語で、要は勉強してきた中で出てきたものとしては、参加のその範囲と、それから参加っていうものの範囲を決める権限、より上位の権限に何があるの確かかに、とか、っ確かに。ていうそのなところをやっぱ気になっていて、で、政治学のところに行き、まあ住民参加のことをやりながら、たまたまその第二外国語ですごいこうインセンティブ、あ、インテンシブに、ドイツ語を勉強してて、で、その中で、よくよく考えてみれば、ドイツ、僕、ベルリンに行かせていただいたんですけど、ベルリン自は由大学い、ね。東ドイツと西ドイツかの、まあ、東ベルリンと西ベルリンっていう、全く価値観の違う人たち全が、然違うわそう、ね。一つの街に統合するっていうのは、果たしてどういうことなのか。で、ちょうどそのところに、頃に何かの映画で、グッバイ・レーニンっていうコメディの漫画、映画があるんですけど、それは何かっていうと、東ドイツ出身の、お母さんが、統合の、ことを見て、ショックで倒れてしまって、卒倒してしまって、で、もう、次同じショックになったらまた死んじゃうと。で、意識が戻った時に、東ドイツと西ドイツが一緒になったことがバレないように、周りが工作をして、それこそ、病室から見える反対側のビルの壁に、東ドイツのものを出したり、寮とか家で食べるご飯の、ピクルスの瓶を、東ドイツ側のものの瓶を探じゃあ、して今きまでて、の価値観をそのままそ維持うそうそう、するような、暮らし演ぶり劇を、的工作をしたわけそうね。です、そうです。っていうのを見て、あと、言さよ葉、ならレーニン。あ、グッバイ・レーニンっていグッう、バイ・レーニン。で、それで、そういうのを勉強していくと、やっぱ、ノスタルジーみたいなところのをもじったので、オスタルギーっていうのがドイツ語であって、それはオストっていうのが東って意味なんですよ。確かに確かに、オーそストリア人だう、そう。ね。で、要は東の解雇主義みたいな、東を懐かしんオーでる、ストラリアそう。ね、いい言葉だね。そう。っていう、要は、価値観に対する、こう、やっぱ、私も名前が当時だから、オーストラリアだと。オーストラリ確アだかと。にね。そうっていうのがあって、やっぱそれだけ自分の持ってきた価値規範って、やっぱ統合していく上で大事なんだっていうのと、それを踏まえて、でも街づくりってどうやってるんだろうのが気になって、じゃあ行った方がいいんじゃねってところから、ドイツを選んだんですよ。それで東ベルリンと、じゃ西ない、ベルリンのと。間、両方やることのできるベルリン自由大学行っそうたわです、けそうです、ね。そうです。で、いいところで着眼したね。で、行ってみて、確かで、東側の、西側の僕はベルリン自由大学っていう、いわゆるロシアの統治下で、社会科学的な研究ができないっていうところからに、西側に逃げてきた先生たちが作った、まあ、ベルリン自由大学で勉強してたんですけど、そこで、いわゆる、住民による、予算措置、市民予算制度って日本でも今やってるところがあるらしいんですけれども、でも住民、なん、あの、予算の何パーセントかを住民カウンシルみたいなところに、もうあなたたちが使い方決めてって、その使い方決めるのから全部やってねみたいなことを予算措置制度でやってるような自治体があるっていうので、そこの事例の話とかをやってる授業を聞いたり、で、東側の大学も大学間協定があったんで授業を取れたので、そっちで、何大学そこは？フンボルト大学ですね。いわゆる昔フンの、ボルト大学、名門大学じそうゃです。ベルリン大、昔のベルリン大学、森外とかが、いたい、カール・マルクスが出身だったりっていヘーゲう、ルが教授であった大そう学でだす。ろうそね。こが、今、フンボルト大学って言って、まあ、ベルリン市内に2つ、まあ、あとそこに、ドイツ工芸、芸術大学、あ、ベルリン芸術大学、工科大学、芸術大学があっ現て、在はあれだまあ、ね。3つあるんですけど、まあ、そこの、要は大学間協定で、どこでも授業が取れたんで、東よのかっ方た。の大学も行き、西の方でも勉強し、みたいなのをずっとやってて。で、まあそこで、さっき言ったみたいな、まあ予算とか住民参加でなんか計画作りをして、自分たちに必要なものをどういうふうに、決めるのか、みたいなところの話っていうのを、まあ勉強してきたというのがドイツ時代だったわけです。で、
日本に帰ってきて、そういう話でやりたいな、もうちょっと研究したいな、勉強したいなと思った時に、ちょうど、一つに、それの文脈として、地域福祉っていうその文脈を、非常勤で来てたの、今、明治学院大学の非常、あのー、えっと、なん、特任じゃなくて、名誉教授になってる、河合克義先生っていう先生がいるんですけど、まあ、その先生の授業を、早稲田の非常勤で来てたので、聞き、で、なんか、地域っていう言葉と福祉っていうなんかあるのかな、みたいなのを思って聞いたところと、その地域福祉っていうのを読んでたときに、その後、東大でお世話になった竹川省吾先生の社会の、そう、社会、えっと、社会、えっと、政策志向の社会学っていうのがあって、そこの中でその地域福祉計画っていう、まあ、日本で2000年から、2003年からいろんな自治体でも制度的に取り組まれてる、まあ、住民参加型の、福祉計画の策定みたいな。の仕組みのことを勉強して、なんか、それって面白いよね。住民参加で自分たちの街に必要な社会のあり方を考える仕組みっていうのがあるってところから、その計画策定みたいな、いわゆる計画行政の研究とか、住民参加とかっていうのをやり始めたっていうので、東大の院に進ませていただいたで、社会学、文学、文化です。人文社会人系文社会系研研究究科は、の中の社社会会。文化研究専攻社会学研究室ですね。そして、その社会学研究室でもいくつか分かれてるんだ。社会、えっと、社会、えっと、社会文化研究専攻の中に、心理学だったりとか、いろんなの、社会心理学研究室があったりとか、いろんなのがある感じなんで、社会学の中は、あとゼミの先生単位って感じですね。でも心理学っていうのは、まあ、だから社会文化研究社会文化研究専攻専の、攻まあ、の中にいくつ分かってんの？社会文化研究。7か8かそれぐらいだと思います。あ、でも横綱だけ結構全くないので、専攻の中だと。そうか。はい。じゃあもう社会学研究室に入ったら、その社会学研究のそうです中ね。の、ゼミの違いで、そうです、そうです。あまあ、ちょっと、ディスプリンがるっていう。変わってくる。そうですね。で、それで、まあ、行政、まあ、その計画行政から始まり、まあ、そこが、まあ、で、それをやりながら、ちょっとその研究悩んだときに、政策参加みたいなところで、もう一個ずっと気になってた、その専門職によるアドボカシーというか、自分自らが発言権持てない人が、に、の、をどういうふうに社会的に代弁していくかみたいなところから、ソーシャルワーカーにも興味を持って、修士論文ではそのソーシャルワーカーが、国家資格化される際に、カリキュラムの中に、その住民参加とか、その意見表明権みたいなものの代理っていうのをどういうふうに、カリキュラムに組み込まれてきたのかみたいなことをやったっていうのが最初それので、で、その教育の過程みたいなものを、研究してたんで日す。本のいくつかの大学の、そうです。教育の、カリキュラムをシカラリブキュスラ読ムをんだ調べてたり、わけね。そうです、そうです。それで、日本福祉大学とか、いくつかそう、の、社会事業まあ、大関学西系と、と、なんか、東京の方とのそうそう。違いみたいなのもあるとかね。まあ、見てたりしましたね。で、あとそそれでの、分かったことは何？で、その当時見ててやったのは、まあ、結局、その社会福祉士っていうものを作った時には、それまでそれの、何年社会福社祉会が福で祉き士はた？国家1987資格。年です。国家資格。はい。国家資格化したのは877年年ね。で、で、その中で、大きなトレンドとしては、70年代に、まあ、学問的な背景が、その社会運動論とか、政策論って当時言ってたんですけど、まあ、何人かの有名な先生群がいて、その社会運動と政策改良みたいなものを強く意識してた学問グループが強かった時代は、社会福祉士っていうのは制度の外側にあって、制度を改良する立場なんだっていうのをすごく強く主張してた時代があるんですね。じゃあ、国家資格の潮流になってくると、むしろ制度の中に入って、制度を運用しながら改良していくっていう立場に変わるんですよ。で、それに確かよっにそうだて、ね。ソーシャルワーカーの業務とか、カリキュラムの中から、いわゆる政策批判じゃなくって、政策運用の知識が重視されていくと。そうなってくると、政策の、だから代弁というよりも、制度的にどうするか。で、そこの中でカリキュラムかもうら完全の、に体制の人になっちゃうもんそうでね。す。で、カリキュラムから、で、国家資格化される際に、はっきりと、そういった運動論的な立場が、そぎ取られて、むしろアドミニストレーションの文脈になってくるんですよね。確かにそうだ。内側の人だ。そうそうそう。っていうところ、ただ、
そこ制度的に面白いのは、その社会福祉士できるときには、自治庁との関係で、結局社会福祉士は、社会福祉主事ってもともといた行政の任用資格の人とは別資格になってるんで、その時点だと行政の中に入る人じゃなかったわけですよ。そこはなかったと。最初はね。そう、あくまでも外側にいるんだけれども、制度の運用とか実動の部分の人としての役割付与されて、次の90年代以降に進んでいくって、すごいこうねじれた状況ができるっていうのが、その時の知見で、だから当時意識されていた政策っていうのが、敵対から中に入っていくみたいな、いうトレンドがあって、っていうのが、自分の就論のファインディングスかなと。それで、その延長に博論があるわけだけども、その博士論文はどの辺に焦点化してるんですか？博論はやっぱソーシャルワーカー1本だけでいくとやっぱ分からないものも多いので、今実はその1997年、8年かの福祉基礎構造改革っていう、何構造改革？社会福祉基礎構造改革っていう、まあ、要はその社会福祉のあり方を、まあ、大きくガラッと変えようっていう、その答申が出たタイミングがあって、で、それ、98年はね。い。で、それが、その中で、いわゆるさっき言った地域福祉の推進ってのもそこで出てくるんですよ。で、そこで住民参加の話もあるし、サービス供給体制の、いわゆるその、措置から契約へって話もそこで出てくるしっていうタイミングで、じゃそれ以降、じゃどういうふうにいろんなアクターが政策の中に取り込まれていくのかっていうのをやって、これまでに書いた論文だと、例えば、相談体制、困った時のワンストップの相談のセンターが、法的に法律の裏付けを得たことによって、どういうふうにその体制が変わったのかっていうのを、書いた論文があったり、それから住民参加の、さっきの住民参加も、地域福祉計画って実は1984年ぐらいには、実践を元にした研究を書いて、が書籍として出てるんですけど、そこから80年代、90年代、2000年代、それ以降となっていく中で、そもそも住民っていう、範囲がどういうふうに変化していって、で、その住民に求められる役割がどう変化していったのかっていうのを、書いた論文なんかもあったりして、まあ、それはでも結局のところ、共通しているのは、いろんなものが政策に位置づけられると、政策の中に取り込まれて、結局一緒にやらなきゃいけないと。そうなってくると、批判の対象っていうよりも、一緒に頑張りましょうのメンバーになっちゃうので、戦いなくなってくるんですよね。確かにそうだな。面白いのが、さっきの住民参加も1984年のその地域福祉計画っていうのを大きくその、最初にまとめられた時のやつを見ると、地域にいる運動団体も住民なんだってはっきり歌ってるんですよ。で、そういった人たちも含めて、意見を組み交わしながら、その住民というものの意思というか、そのどういうような社会のあり方を目指すのかっていう合意を作っていく作業、過程に意義がある、住民それは側は。昔も今も同じじゃないの？だけど最近はむしろその自分たちがどんなリソースを提供できるかっていうのを一緒に考えましょうになってるんですよね。まあちょっと内側に入りすぎのそ感じだうね。なんですよ。で、昔のいわゆる運動団体が、例えばボランティアになっていく。そうすると、そもそも目的を共有している人たちが、自分たちがどういうリソースを提供して一緒に頑張れば、より良い街が作れるかっそていしたう。らまあその補助金がどれぐらいもらえるかとかね、そんな話にもなるしね。あいつとこう対峙して、自分と異なる存在に対して要求をしていくというよりも、なんか自分たちもその責務を負って、まあ、それを良い部分もあると思うんですけれども、やっぱりその責任をこう負う立場になっていくっていうのは、どこまでその自治の観点から見たときに、行政と住民の関係が曖昧になっていくとか、公と私の境界線がこう非常にこう揺らぎやすく、曖昧に分かりにくいものになっていくプロセスとして、今こう20、ここの2000年代以降の社会福祉政策を捉えていくっていうのが、ここ今の、の博士のはい、論文論文の、の枠組みです。ちょっと今のところ、隙間っていうか、横に置いて、少しこういう事例をね、ちょっと自分としては引っかかっている具体的な問題があるので、ちょっと提起したいんですね。っていうのは、吉野川の河口関問題。吉野川っていうのは徳島県、徳島市をずっ先生のごと出西身の方の。からこう東の方へ流れていく大河なんだよね。まあ、四国の中でも一級河川の中でも大河の一つ、吉野川。まあ、高知の四万十川と、徳島県の吉野川は、まあ、四国の川の中、河川の中でも、まあ、
二大河川と言われるぐらいに有名じゃないかと思うんだよね。うんうんうん。その吉野川に建設省、今の国土交通省が、第10可動堰を作るというね、計画が、平成になってからかな。あるいはまあ昭和の終わりぐらいに、そういうふうな、もう1980年代の終わりに出てきたのかもしれない。まあ、平成になったのは89年ですからね。まあ、その頃に出てきて、住民の中から猛烈な反対運動が起こってきて、第10堰という堰が、江戸時代にできた堰があるんですね、御影石とかを地元の石を使って、うまく流れを分散させる、環境に対する負荷をかけない、生態系の変化をもたらさない、しかし、実にうまくできる、美しい。まあでも可動堰のようにガーッと水門を開く、どう閉じるとかっていうふうな大きいものじゃないから、その辺の、洪水が起こった時の力学計算上起こるような水害をこれによって防げるとか、まあ、建設省とか国交省が出していく計算式とはちょっと違うわけだよね。で、結局、治水の問題っていうのが、まあ、大きい政治的課題ですね。行政問題でもある。で、その治水の課題に、要するに住民に被害を加えないとか、農作業に影響を及ぼさないとかっていう形で、第10可動堰を作るという計画を出したんだけど、それができると、どれほどの生態系のね、影響を及ぼすかっていう流れがあるでしょ、みたいなこと。と同時に、逆にね、可動堰が起こることによって起こる洪水というか水害、まあそれ規模を上回るようなことが起こったら、どんな被害が起こるかというふうなことまでも十分に計算されていたかどうかわからない。その辺のことを問い詰めていくと、国交省も、県税省も、ちょっとまだ、シミュレーションが出来上がっていない部分があったり、曖昧な部分があったりしたかもしれない。まあ、その辺のところがね、住民の中でも問題になって、で、昔からの江戸時代に起こった第10堰を守ろうという住民運動が起こったわけよ。で、私もそれに賛成、今でも賛同してるんだけど、その時に司法書士であった、出したんですよ。何のさん、が中心になって、で、今、徳島あるという、地域に山奥とかね、田舎の方に、徳島あるという移動物販、食料物販を小型トラックみたいな積んでいて、その住民とコミュニケーションを交わしながらやっている村上稔というね、彼が事務局長になって、そして、この二人三脚が中心になって、第10堰の反対運動をやっていて、住民投票したわけよ。で、住民投票で反対が圧倒的に多かったわけ。そしてその後、すぐ県知事しかで、福島県で初めて太田という人が、社会党だったかな。それまで自民王国で、三木茂夫とか、後藤田正治とか、今も後藤田ですという人が、甥が出てるけれど、要するに自民王国だったんですよ、保守王国。徳島県っていうのはね、典型的な地方の保守王国。で、土建業も非常に盛んで、だから、そういう国家予算を下ろしていたわけだよね、公共事業として。だから、大きな国家事業として、第10堰団っていうのは、まあ、大きい、事業計画だったわけ。で、県知事ももちろん、多くの徳島市会議員も賛成してたんだけど、それで地元の住民投票で反対票が多かったりして、その後のすぐ、徳島市議会選挙に村上稔さんという事務局長が出て、トップだったか2番目か3番目か、かなり高位当選したりして、で、反対派っていうのが結構力を持って、で、県知事も反対派の社会党の太田さんという人があって、まあ、初めて徳島県下で革新系の知事だったんですよ、自民からね。ところが、
議会は自民が多いのうで、結局、その政策決定とか、んうん。うんうん。なかなかできないという事態で、県知事、任期途中で辞めちゃったんだよね。そしてまた自民政治に戻っちゃったと。そして旧自治省の、総務部長、徳島県で総務部長かなんかをしてた人が、県知事になってかなり長い間、3期12年かな、ぐらいあったり、その人が全国知事会の会長職を務めたりして、元自治省幹部ですから、エリート幹部です、キャリア組ですから、現在の総務省の、キャリアですよね。そういうようになって、元の木阿弥みたいな状態に戻っているのが今の現状の徳島県だと思うんですね。で、その時私はね、徳島県からね、衆議院議員に立候補しようとしてたんよ。あ、そうなんですか。でね、1990何年かだったと思うんだけど、今でも立候補してたら、落ちず落選してただろうけど、ほら吹きながらね、立候補演説をしてやろうと思ってたんだけどね、断念したんだよね。断念した理由の具体的な理由は、人がね、中野くんの顔がね、投票に用紙に見えてくるわけだよ。それで、どんな人も一票を持っているという意識が、投票用紙見てくると、誰に対してもね、お願いしますみたいなが、おのずと出てくるわけよ。頭を下げて。これってやばいよな、って。人間を投票用紙に見ることができるんだったら、その時だけ投票用紙でこうね、うまいこと言って、こう、投票してもらうみたいな運動をして、あと結果が起こって当選したりしたら、もう好き勝手やっちゃうような人間のね、ものの捉え方みたいなものになって、もう批判をしてきた自民と全く同じようなね、何のためにそれをやってるかわかんないみたいなね、本末転倒になるんじゃないかなっていう危険を感じて、私が最初に無免で車を運転した時に追突したみたいにね、要するに本当にこうやるべきやらねばならないことを違反してしまうみたいな、つまり初期の目的を果たさないで違う方向へ行っちゃうみたいな、そういう危険を感じたわけですよ。それは90、7、8年頃だったと思うんだよね。で、その時に90年代の後半、例えば、山一証券とかが98年か、倒産した、その前後ですよね。私がサルタイコのいろんな活動をしていた時期なんだけどね。そういう時期に、起こってきた、日本の、その社会的な大きな変化の動向の中で、住民の意思決定というふうなものとか、政治的なね、権力との、こう、あるいは国家的な予算配分の、本当は国家的な事業計画とか、全部、どういうふうにして、こう、意思決定できるかっていうのは、大きいところでは国、知事とか、あるいは議員とか、衆議院議員とか、そういうところで大きくは決まっていくわけだよね、力関係で。で、本当に住民っていうのは、ある意味で取り残されてるんだけれど、画期的だったのは徳島県で住民投票ができたということと、徳島市では住民、投票で、それを反対運動があって、で、それを、住民投票する、投票なんかもやったと思うんだよね。住民投票すべきかどうかみたいな投票も含めて住民投票して反対になったんで、結構二重電話みたいなのをかけながら慎重にというかね、それは初めての例だったかどうかは知りませんけれど、住民投票をやっていく少ない、まだ先行事例だったんで、そういうことが起こった。で、そういうような、これは福祉に直接関係するわけじゃないけど、広い意味での環境政策とか、国家事業、一番大きな公共政策みたいなもの、公共事業を、どういうふうに住民が納得する形でね、国家や県が推進していくか、それに対して住民側の意識や、批判というものがあったとしたら、先ほど言ったように、全部組み込まれて、インサイダー的なね、
取引みたいな、そういう状況になるにあげて、あくまでもおかしいよね。だったら、これは意思を確かめねばならないでしょうみたいな、まっとうな意識がね、こう、どうやって実現できるのか、まあ、この辺の問題、意識なんですよそうでね。すね。ここはその本当、今おっしゃっていただいた通りの、そのちゃんとカウンターパートとしての市民っていうものが、だから市民社会って言ったときに、市民を社会が包含するというよりも、市民がカウンターパートになれる社会っていうのをどう作るのか。で、カウン市ター、民がカウンターパート。政策と市民っていうよ、政治っていう権力に対するカウンターパートとして対立公的な市民社会ってものをちゃんと残せるのかどうかっていうでとこも、ろ。日本の社会でそんなのないじゃん。まあ、ないからこそ、それってどうなの？てか、それをないっていうのを前提として動いてるとしたら、それってどういう文脈で、それが妥当、なんていうか、それを正当化というか、そういうもので仕方ないよねって、ある種の諦めも含めて、どういう文脈で私たちがそれを納得しちゃってるのかってところ私から考全え然る。納得してないし、諦めててもいないけど、でも、社会のお中かでしいは、と思うわ。そう、いうのをちゃんと共有していくって作業が必要だそうし、だね。で、なんか、ちょうど昨日の学会の中で、なんか今の関わるかどうかあれなんですけど、僕も全然先行研究と知らなかったんですけど、医療政策の分野で出てくる、その政策過程っていうのを分析するときの要素として、まあ、三角形の、フレームワークがあって、で、その真ん中にアクターがいて、アクターを中心としながら、プロセスと、コンテンツと、コンテキストっていうのを見なきゃダメだっていう枠組みがあるんですね。で、これまでの研究は、コンテンツばっかり見てきたと。その1994年の理論枠組みなんですけど、どんな政策ができてきたのかっていうのをばっかり見てるっていう批判から、もっと見なきゃいけないよねと。で、アクターを中心としながら、その3つを見るっていうのがあって、これってまコンさテにンツとコンテキテキスストトのと、プロセス。プロセスそう。ね。で、まさに僕がやってる研究って、実は、その社会政策の、社会福祉政策の研究も、今思ってるのは、実は一番弱いのってコンテキストの研究だと思うんですね。で、どういうプロセス、この政策ができて、この政策ができて、この過程ではどういう社会経済的な要因が働いたかっていうプロセスは明らかになってるし、過去法の具体的な中身とか、どういうような内容が含まれていて、どういう課題があるかっていうのはあるんだけど、なんでその政策が作られて、社会がそれに納得してきたのかっていうコンテキストって、実は政策過程研究の中でも弱いんじゃないかとか、逆にそのいろんな政策が、一本の政策がこう、連なっていく、連綿としていく中で、どうしてその同じ言葉とか同じ法律の中に多様な要素が入り込んでくるのかっていうコンテキストっていうのは、実は十分に研究し尽くされていない確し、かに、確かっていうところを僕はずっとけ、あの、が、あの、に。極めて重要じゃん。の、頑張ってくだあさりがとうございます。い。それでね、こうやりたいっていう。今のお話ね、多分参考になると思うので、これからちょっと、まあ、共同研究ではないんだけど、あなたが副部長の今日からあなたからね、問題意識として、医療の方でね、ちょっと考えてほしいサンプルがあるんですよ。っていうのは、社会学で有名なタルコット・パーソンズの、ザ・ソーシャル・システムの中で、こう、まあ、社会体系論かの中で存じ上げている、その近代医療とか近代病院とか、近代のその医師の役割とか、患者の役割とか、そういうその、まあ、近代の病院、こう西洋医学のモデルになっている、まあ、欧米の、まあ、米国がまあ中心ではあるけれど、パーソンズの役割理論っていうのがあるわけだよね。その中で、医師は医師の役割5つぐらい上がってたかな。で、患者の役割みたいなのがあって、結局、組み込まれているわけさ。さっき言ったように、まあ、インサイダーみたいなもので。だから、医師の権威がある時代ですから。だから、学校にせよ、何にせよ、いい面も悪い面ももちろんあるんだけど、医者が、あまり自己防衛的にならずに済んだ時代なんだよね。医者の権威とか権力というのはかなりあった時代だから、そういう、しかし、医者の権威、権力があればあるほど、患者の、意思決定とか、患者の思いとかっていうのは、保護にされちゃうわけでしょ。つまり、住民が患者だとすると、住民の意思っていうのは、もうスポイルされてしまうわけ、排除されてしまう、無視されちゃうわけよね。でも、だん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 とそういう患者や、
住民の意思が重要なんじゃないかというその社会意識に変わっていくわけじゃん。ポストモダンになっていく中で。だからそのタルコット・パーソンズはのこう研究は1950年ぐらいにできるんだけども、それ以降、それを批判的なものだし、こういうパターナリズムとか、権力的なね、あるいは権威的な機構みたいなものに対して、もっとその患者側のこう持ってる役割の自由度とか、今までインフォームドコンセントみたいなのない時代ですから、インフォームドコンセントだとか、患者の意思決定の自由さとかというふうなものを担保する方向へどんどん変わってきたわけでしょ。その辺の、こう、条文、法律の制定も変わってきたし、意識も変わってきたわけだよね。そして今や医者はインフォームドコンセントをしなきゃいけないとか。でも相変わらずなんだよね、中身はね、コンテンツはね。そんなに変わってない。なぜならば、医療リテラシーなんて我々素人には、私も結構勉強したけど、わからんわけだよ、がんになってもね。専門性みたいなのは。これは説明されてもですよ。で、いろいろ読んでもね。このいろんな治療法がある中で、本当に正当な科学的根拠があって、そして、どういうその治療法が、最もこの今の私のがんにね、効果的なんていうのはなかなかわからんわけですよ。それこそ、セカンドオピニオン、サードオピニオンを得ても、最終的に意識、患者の自己決定してくださいと言われても、私もね、戸惑っちゃうわけ。で、そしたら、医者の言う推薦するものをね、主治医の、選択するしかないとは思わないけど、選択することになっちゃうわけだ、多くはね。これって昔とどう変わっているのかと考えると、ほとんど結果的には変わってないんですね。だけど、患者の自由があるように見せかけられてるんですね。本当はないんだよ、実態は。だって分かんないんだから。だから、で、医者の権威がより減っているように見えるけど、やっぱり権威主義的なんですよ。ね、構造は。こういう事態に患者は投げ込まれているので、患者を守るかに見えて、本当にそうなっているかという現場から見ると、患者側から見るとね、決してそうでもない。じゃあ、どうすればいいのと言われても、患者もよく分からないし、患者はそんな勉強する暇ないんですないよ。よね。はっきり言って。それいくら勉強しても、専門のべ、あの、えー、プロのね、研究者でも、こう学説がいろいろある中で、何が正しいかよくわからない。どの、術法がね、より効果的なんかね、本当にわからない部分もあるわけだよね。そういう中で患者が選択しろと言われても、本当に難しいのですね。そういうようなその医療の自己決定プロセスとか、要するに実際に実施されているそのコンテンツ、コンテキストとプロセスみたいなものを今の政治的な状況とね、重ね合わせてみると、結構問題点が見えてくると思うんで、はっきり。で、医療の場合は病院内で起こり、患者側の生死が関わっているから、より切実にその辺が浮き彫りになるんですね。で、個人も、例えば私の事例をサンプルにしてみれば分かると思うけれど、もうはっきりとね、データがあってもね、決定できないんですよ。何がいいかみたいな。それで、息子は医者だけれども、まあ、専門が違うと、セカンドオピニオンを求めても、ね、最初の段階ぐらいは分かっても、もうちょっと治療が進んで進行して深刻な状態、今、ステージ4で脳に転移して、動脈硬にして、じゃあ放射線ガマーナイフを使うか、まあそこまでは彼もその方がいいんじゃないかみたいなことを言ってくれたけど、じゃあそこから詐欺の状態になって再発して、そしてやがて死を迎えるわけじゃん。だからその死を必ず来るべき死をどうやって迎えるかみたいなことになると、もう、こう医療的な方策としては尽きていくわけなので、じゃああとは緩和ケアみたいなね、状態を、患者自身がどういうふうに自分の死に方をね、死をこう迎えるかみたいな問題になって、で、これも実に難しいわけね、在宅で死ぬのか。
施設に入っていくのか、で、こう、ちょっと、なんかの、医療関係を、ある程度、こう、見守ってくれるような医療施設があって、最終的には、その医療法人の病院に契約しているところへ行って死ぬかとか、もう、その辺もね、結構、いくつかあるわけですよ。で、私は、バプテス病院にかかっているから、まあ、バプテスト病院の病室から大文字山をこう見ながら死んでもいいかなとも思う心と、まあ、ここの家で死んでもいいかなと思うけれども、ここの家で死んだらすると、地域マネージャーとかね、ケアマネとか、在宅医療のチーム来てもらわないといけないじゃないですか。この在宅医療のチームができるんかと、こういうところでね、本当にちゃんと。そういうことを考えますと、結構ね、悩ましい問題っていうのはいくつもあり、まあ、ぜひ中野くんに、今の問題意識の中で、医療との具体的なね、まあ、政治的なプロセスの問題と、まあ、医療が患者の中で、まあ、生死を分けるような事態になったときに、どういう自己決定や、意思決定や、まあ、良き、まあ、実施法。まあ、これは政策に当たるような、コンテンツ、コンテキスト、プロセスみたいなものをね、重ね合わせてもらえると、よりあなたの研究のリアリティというか、現実性、立体性、そういう深刻さ、そういうのが見えてきて、私はとても、君の研究に有益なね、問題を、こう、回答というかな、研究の打開点を見出せるんじゃないかと。それは皆さんにもとても参考に、ね、なるんじゃないかと思いますが、どうでしょうかね。そうですね、最初に言った意思決定の話で言うと、前提として、本当に社会的に自由な意思決定っていうのはないと。ある意味で、公職主義的な、意思っていうのは本人に内発しているものもあるんだけれども、多くの場合、それを周辺に置かれている社会環境からによって、そういうものだと認識させられている部分っていうのは排除できない。からこそ、さっき言った、例えば自己決定とか、患者の主体とかっていう理論だけではカバーしきれないできようないなね。ところっていうのを、があるっていうのを、まず制度的に踏まえる。社会環境とかいろんな社会的制約の中で人々が選択をしているんだという前提の中で、じゃあその上で、じゃあどこも、そこのその選択のチョイスをどう支援していくのかっていうのが多分意思決定支援とかの文脈になると思うんだけども、じゃあそこをやらなきゃいけないよねっていうのがまず一つ。で、もう一個先生がおっしゃっていただいたみたいな、自分のその将来どうとかっていう、その医療政策のっていうと、うちのじいじも結局、うちのじいちゃんが亡くなったのがおじいね、さんね、2020、90歳、84か84な。歳で亡くなっそうた。そう。で、2022年の12月20日まだかコロな。ナの終わりぐらいだな。そう。で、まあ、22年でね、まあ、いろいろあったなーっていうのを思い出すわけですけど、まあ、そうね、そこは、22年の12月、そう。だから、私のがんが発覚した頃だ。そうです。だから僕は、先生に、うちのじじが死んだ日にメールしたじゃないですか。あ、そうだったね。そう。だから、でも、あの時は、だから、多分先生もね、確か、17か10いくつだから、がん宣告あったんですよね。確かそう、そう。12月のね、16日だ。16か。そう。だから、本当同時期ぐらいで。そうだ、そうだ。それで年末年始とね、もう遺言を書いてたわけ、本を。イタントケアの神話があるというね、その本をね、書いてたわけだよ。もう死ぬと思う。死んでもいいように準備をしてたわけ。そうね。そうなってきたときに、うちのじじは、まあ、なんていうかな。それは周りが解釈するしかなかった。まあ、認知症も進んでいく中で、じゃあどういうふうな本人のケアかっていうのとか、その人にだったらどう考えるかみたいなものをこちら側が想起するしかないって。で、それが今面白いのが、これもどこまで言っていいのはあれかわからないですけど、まあ、言える範囲で。うちのじいちゃんのお墓を、要は、まあ、ずっとお墓どこに作るって話もあったし、まあ、うちの
母の方のあれなんですけど、母もうちのう母の、だから、おばも二人とも読みに出ちゃってるので、まあ、どの道どっかで墓じまいもすること前提として、どこに墓とりあえず買うかっていう話なんかもしていて、で、面白いのが、うちの、墓の場所を決めるのに、でもさ、あんまり奥の方だと、うちのじいちゃんすごい人好きだったんで、人通りがあるところだけだよね、みたいな話で、いや、その辺の感覚もとても重要なんだよ。場所ね。そう、桜が好きだったから、なるべく桜の木の近く違でうで花しがょ？見えて人通りが多いところがいいよね、なんて話をした確りかしに。て。で、それって、なんていうかな、ケアしてる時も死んでからも実は変わらなくって、この人だったらの来歴を知ってて、その人だったらどう生きたいかとか、どうありたいのかっていうのを周りが想起するっていうところでしかケアってできないのかなって。だから、ケアにおける創造性というか、なんかこう、それはまあ、ある意味で言えば勝手な解釈の部分もあるかもしれないけど、そこを積み重ねるだけのコミュニケーションというか、で、それこそ先生も、じゃあ、年に一回は、遺骨を比叡山の、上で、ひっくり返して投げ飛ばさなきゃいけないかとか考えるわけ。爆竹をする爆わ睡をしなきゃいけないかとか、そういう話になっ骨て。ズボンを持ってね、骨をね、そうそうそう。ていうか、そういうの。2センチの後ろの手みたいなそね。う。骨を投げたら、パーッと宇宙そう。船パーッとだっなってて、なったみたい最な。高だね。そういう絵を、でも、先生だったら、骨を投げたら、シソ状になって、パーッと飛んでいったとかね。なんか喜びそうだな、とか。非常に喜ぶよ。っていうのって、多分そこまでに至る過程でどういう人かっていうのを話してたりとか、そのコミュニケーションを積み重ねながら、多分一長一短で、だから制作に乗らない部分のナラティブな語りっていうのを、のケアにおけるナラティブ性の部分、極めてる。そう、と、でもその制作におけるある意味システム化する部分っていうのを、どう接合していくのかって、そこのトランスレーションをしていくような役割っていうのが、多分お医者さんの専門性の中にもこれからはあるんだろうし、だから例えばもう限られた選択肢しかないし、こういう選択肢を示された時、この人はきっとこういうような判断をする人だろうっていうのを分かった上で、でもその納得がある意味、少なからずその、得られる情報が限られていて、取れる選択肢が限られていたとしても、そこの選択を取ってよかったっていう、最後の自分の中の納得感みたいなものだけを、まあ、なんていうかな、こう、作れると思う。作る、あの、を、どう支援するか。その選択で良かったっていう気持ちを、醸造するためには、じゃあ、どういうようなコミュニケーションができて、その結果に至るまでの、ナラティブをどう周りが解釈して、その、最後に向かっていく中で、どういった、その、そこで、それで良かったと思える、その、経験を積み重ねていくか、みたいなところを、言っていくのが、はもう本当これにからこね。れからなのかなっていそう。れがね、今実際に行われている場所があるの、医療施設が。それは富山県砺波市にある物語の町という医療方針。で、佐藤信彦先生という元、脳神経内科医。で、今はまあ緩和ケアが中心になってやってるんだけど。佐藤信彦先生は私のセカンドオピニオンの先生なんですよ。だから私は、明日、バプテスト病院でペット検査とか、この前行ったペット検査とか、明日の尿検査、血液検査の結果を踏まえて、これからの治療方針どうするかという主治医と相談をして決めていくんだけどね。で、そのセカンドオピニオンは佐藤信彦先生にデータを出して、意見を求めて、いつも的確なね、佐藤先生ありがとうございます。本当に。的確な意見をね、専門医としてしてくれると同時に、そこの場所が、ナラティブベースメディスンを実施している、それをもう10年以上の、で、その素晴らしい医療施設になってる。で、その、町っていうか、そのビレッジなんだよね、その一角はね。で、非常に、こう、そこで最後を迎える患者の方も納得して亡くなり、また遺族の方も、その死をね、納得して受け止められるような環境なんですよね。私から見ると。で、いろんな地域にいろんなそういう、こう、納得できる死をどう迎えるか、先ほどのナラティブベースな部分を生かした。メディスンしかないんですね、これからの先はね。だって死ぬし、で、高齢化社会であればあるほど、その辺は延命が本当に重要なのかどうかではなくて、いずれやってくる死に対して、
自分本人、患者本人、死んでいく本人、それから遺族になる家族がどういうふうに、その患者の意思を大事にしつつも、遺族のね、サポートというか、遺族の、ファミリーの意識というものも大切にしながら死に至ることができるかみたいなものが、まあ、一つの共同性として、確立したときには、なかなか、摩擦、コンフリクトが少ない形でね、死を迎えられると思うんですよね。で、そういうのが東アジアに、つまり日本を先駆けとして、韓国や中国で、そういう高齢者の死がね、そういう状態で、この、まあ、儒教文化であったり、それぞれの地域のそれぞれの文化があったところに、現代における死をどういうふうに自分自身が迎えていくか、また家族がどう迎えていくか、また医療費とか、医療政策とか、社会福祉とか、介護とか、看護とかというような、まあ、医療のシステムの中での問題とかね、社会福祉の問題の中で、それが具体的にどうなるかっていうのは、これだけ高齢者の人口が増えると、かなり大きな社会問題なんだよね。そうですね。だからそこのところに明確なビジョンっていうのか、その将来的なその方向性みたいなものがこう見えたときに、より大きな社会的安心みたいなもの、社会的安全とか、幸福度みたいなね、まあ、人生の充実度みたいなのも、QOL みたいなものが間違いなく上がっていくと思うし、まあ、そこで、中野幸喜さんのね、社会学者としての役割、まあ、この領域における、まあ、その権力に関わるものの権力分析みたいなものの社会福祉の領域でのね、こうアプローチと、実際のその社会福祉の、まあ、医療なんかの、まあ、特に死生観なんかも関わってくるような領域の最先端の大きな社会問題、東アジアに共通する社会問題、この辺もね、結びつけて、まあ、トータルに、コンテンツ、コンテキスト、プロセスをこう立体的にこう見通すような、まあ、博士論文、ぜひ書いてください。ありがとうございます。で頑張りは、まちょっす。とお昼のおそばを食べましょう。その後で最後、まあ、これからのね、まあ、今、だいぶ未来社会福祉のこともだいぶ話を今できましたけど、まとめをね、話をして、今日の授業は、中野幸喜さんのね、理論と研究を中心に話をしてもらいます。りそれがかとら今のね、置かれているに日本大学の、うございます。まあ、状況で、こう、助手としてのね、仕事みたいなことに、まあ、反省話せる範囲でいいからさ、ね、もちろん。日大も大きな構造改革をね、抱えてるそうかでら、すまあ、ね。その辺のところで話せる範囲でいいから、まあ、ちょっと、あなたの問題意識を話してもらう。はい。では、休憩。ここでちょっと切り捨て、じゃあ、ストップ。一旦ストップ。左側、左こっ側。ちが、はい、継続になってる。レコーディングしています。大丈夫です。はい、では、続編に行きたいと思います。今回。やらせだね。でも、儀礼は大事ですか。そうだね。はい。まあ、第二部の開始という儀礼、そうですね。合図ですね。残しそておいれで、て。先ほど、その、まあ、博論の、どの辺を焦点にして、まあ、大きな意味で、まあ、行政的な問題の社会政策と、社会福祉政策と、それから医療の、まあ、高齢化に来るというね、まあ、そういう、こう、喫緊の課題みたいな。まあ、それをこう組み合わせながら、今後考えていってほしいみたいなことで。まあ、そういう中で、将来の展望みたいなものを、まずどういうふうに考えているのかっていうことを聞いてみたいね。まあ、将来の展望って言うと、またいろいろな自分のビジョンとか、それ学問的なとかいろいろとあるんいいでなすとかけど、ね。ああ、そうですね。ただ、なんか今もやってることはそうなんだけども、やっぱりこう、自分が研究を通してできることって、まあよく、これ卒業式でもよく学生に言うんですけど、毎年言ってるんですけど、
大学教員って、あれ、まあ、研究という立場で現実社会とか社会とは関わってる社会人ではあるんだけれども、やっぱ実践の部分っていうのは、やっぱこう自分が関わった学生さんたちがその後どんどん知っていくわけで、そういう人たちが、こう、ある意味で言えば、その仕事をしてた、行く中で感じた疑問とかに、何かこう、をこう整理する足がかりになる研究をずっとしていきたいっていうのは、研究と教育の観点の間にいるところとしてあると。他方で、自分のやりたい研究っていう意味で言うと、まあ、もっとどんどん、今動いてる政策の仕組みっていうのをメタに見ていく、ちょっと離れた立場から見ていくっていう意味で、政策実践家とは違う立場から政策の過程を見ていくってことはしたいと。で、それを積み重ねていくことによって、なんとなくスッキリしない状況っていうのを少しでも言語化して、自分がスッキリしないのが嫌なので、ある意味自分のその、納得度を上げるために、少しでも、こう、政策文書と向き合っていきたいなっていうのをずっとやりたいところでは、まずあります。で、他方で、言うても自分実践的なことも大好きだし、いろんなところと関わっていくので、それは、なんていうかな、研究っていう、になるかどうかは置いといて、自分のその持ってる知識とか価値、感覚とか、これまで見聞きしてきた情報っていうのが、社会に活かせる場面があるのであれば、それは積極的に還元していきたいし、そのためにできることがあれば、積極的に取り組んでいきたいなっていうのはあります。別になんかこう、研究者とか学問に興味持ってる人とか、大学にいる人だけが自分の知識を消費する人とは限らないと思うし、広く余りなく自分の考えたことを使ってもらえるんであれば、それはいくらでも還元していきたいなっていう。なので、なんか自分がどうこうなりたいっていうのを自分というツールを使って社会がより良くなる方向にみんなが、の役に立てるのであればそれでいいのかなっていう。それこそソーシャルワーカーじゃないけど、あなたのような研究をね、まあ、研究者としてのこうある種インディペンダントな部分も担保しつつも、もうちょっとアクションリサーチ的な部分も踏まえて、松本市のなんとか社会福祉委員会の委員になるとか、長野県のそういった何になるとか、国のそのなんとか市議会やそういう会の委員になるとか、まあ将来的にね、まあそういうことをこうやって自分がやっている研究を社会政策の中の一つのサンプルというか、まあ、理論であったり、事例であったりするというふうな、その研究成果をね、より活かすっていうのも一つの研究者としての、寄与の仕方だよね、社会参加の仕方だよね。そういう意味で言うと、今実は豊島区の青少年問題協議会ってところで、まあ、公募区民って形ではあるんですけど、ちょっといろんな事情があって、一応関わらせてもらってて、まあ、要はその子ども子育て計の計画策定の墨田区。豊島区です。今自分が住んで今、るあなたは豊島区に住んでるの？区民で区、何辺ですか？駅で言うと。有楽町線ですね。有楽町線の東池袋とか、ああ、豊じゃあ島区の。もう本当に池袋に近いとこそうね。です、そうです。で、そこでまあ、子供子育ての関係のことの計画策定なんかも、実は少しお手伝いをさせていただいてて、そういった時には、なんかやっぱ社会調査、社会学としての社会調査だったりとか、量的な調査もそうです、質的な調査もそうだけど、そこで見えてきたものをどういうふうに解釈するかみたいなこともまで含めて、ね、まあ、自分の知識というかやってきたものは、なんかこう、蓄積になってるのかなっていうのは感じますね。まあ、これからもね、いろんなところで、そういうあオファーも来ると思うし、もちろん、まあ、大学とか学会からのオファーも、まあ、いろいろね、これ発表してくれとか、こういう仕事にね、ついてくれとか、こういう科目を担当してくれとか、まあ、あるでしょうし、それをこう、行政の分野とか、政策決定の、まあ、政府の審議会の、こう委員会なんかの中で、とかっていうのもこれから出てくると思うし、あなたの指導教授なんかも、そういうことをやってきているでしそうですょう、ね。大体。特に、東京大学の教授たちは、そういう、こう政府関連の委員会に、まあ、かなりの部分、社会学なんかは、ほぼ、
ほとんどの教授は何か関係してるんじゃないですか。多分していらっしゃいますいろんなね。委員会に。上野さんぐらいじゃない？それちょっと違うスタンス。まあ、別に。そうですね。国のっていうのは、例えば、ウィメンズアクションネットワークまあ、みそたいれな、は彼女はね、そういうそうい方向でう、ね、民間のね。そう、市民の側の、アドバイザリーというか、いうところそでういうは、立ち位置だよね。ですね。だから政府関係のものよりもね、そちらを重視できた。まあ、ジェンダー関係とか、そうですね。セクソロジーとか。だから、中野くんは中野くんで、そういう自分の、まあ、思い切ったところでいいと思うので、まあ、いろんなところに、現場にね、関わってほしいなと思います。私も、安倍政策の一番の対極的にあるような思想と政策の持ち主なのに、ふるさと作り委員会みたいなのをね、委員になってくれと、総務省プラス内閣府から頼まれて、京都大学の未来研究センターにいたときに、行って、首相官邸でこれが見てる最初の第一歩。安倍首相も参画しているときにね、まあそんなバカなこともやっちゃったな。で、私はもう安倍政策に真っ向から反対してるのに、なんで私がこうね、それに。でも、反対しても入れるっていうのは必要なんだよね。そうなんですよね。結そういう局、審議会、何にせよ、委員会にせよね。さっきの自分の研究の話もかかると思うんですけど、政策の側も、なんていうのかな、一枚岩じゃないし、ある意味で言えば、多様な意見の中まさにそから、こですそよ。う、選択するって中に、オプションを増やしていくっていう意味では、敵味方じゃなくて、自分のことに共感してくれる人であれば、ある意味そこはもう、分け隔てをしない。自分というツールに対して関心を持ってくれる人には、そこは派閥で勝負するもの、考えるものではないんじゃないかなというのはやっぱ思いますね。まあ、多様性の担保っていうのはどの分野においても必要だと思います。本当に大事なんで。だから意見も多様であっていいというところで議論のこう価値とか意味とか、まあ、まさにコンテキストがね、それは多様性があることによって浮き彫りになるわけだ。それでプロセスもよりクリアになるからね。で、人しかない場合はね、もう本当にどこでこう意思決定がこうどういうふうになされてかみたいなものが非常に不透明になっちゃうからね。逆にその決定の前段階で多様な意見が入っているにもかかわらず、出てくるアウトプットが一つだとすれば、そこで多分どういうそのプロセスを経たのかっていうののちゃんとした研究になるし。そうですね。だからまあコンテンツがこうだとしても、コンテンツに至るね、コンテキストとプロセスプロセを。スが何であるかが見えた方がね、そうですね。まあ、今の社会の中では重要な意味合いを持つよね。とは思いますね。ところで、その今、将来的なその方向性とか、まあ、見通しみたいなものについて話したんだけど、今、現職として置かれている状況をちょっと話してくれますか？今は日本大学文理学部というところの社会福祉学科で、助手という仕事をさせてもらっています。社会福祉学科なので、社会福祉士の養成課程をやっていて、そこの、先ほど出てきたね、社会福祉士士っていのう国家資格の、要請養をね。成課程で、やりながら、学内の事務もさせていただいているっていうことで、2000年代以降に教育法が変わって、助手って職位はね、あまり聞かなくなったとは思うんですけども。まあ、多く助教職っていうそうことですにね。なっていった。女子は少なくなった。で、ただ、うちは残って、実習っていうのがあるってこともあって、っていうのもあるでしょうし、そういうふうにする職位があって、そこで今仕事させてもらっていて、学内の事務的なこともやりながら、そういった学生の指導の補佐的なこともさせていただきながら、研究もしながらっていう感じですね。学科が今、大体60人から70人ぐらい結でした。構多いね。そうですね。まあ、ギリギリ満杯じゃないの？定員が50人でしょ？定員は60人。
60人なのはね。い。で、定員60人で、そんな感じ、60から70人ぐらいでの学生さんがいて、大体国家資格を取るのが半分ぐらいかな、30人ぐらいが、まあ、国家試験を受けるみたいな感じなので、結構多いね。そうですね。な、そこじのゃあ、国、50人のうちの30人あ、は、60分の3ですあ、ね。60人の、まあ、半分は国家資格を取っそて、うですね。そして、それを活かす職に就けるのはどれぐらい？まあでも、活かす職って、まあ、実際に国家資格が有効に機能する仕事っていう意味で言うと、まあ、さあ、でもそのさっきの6、どうだろうな、でも意外と少ないです。そのさ、30人のうち15人とか20人とかぐらいじゃないですかね。要はその、まあ、そういうもんかな。まあ、ね、公公共務施員、設とそう、か、公共、福祉協議会そうですね。関連社と協をか、自治体、福祉施設、医療法法人が人、ね、そうですね。その辺が多いですね。学校法人も多少はあるか。まあでも、学校法人でっていうところはまだまだ少ないので、スクールソーシャルワーカーも、基本的に教育委員会好きの方がそう多か。いし、ですね。それで、日大の、社会福祉学科でやっていてと。で、ところで、日大の改革はうまくいってるんですか？日大の改革はでも先生、林理事長のもそうでと。すね、中央で起こっていることって言ったら、なんかすごくこう、まあ難しいんですけど、立て付けが。少なくても学部単位でにはかなりその意見の表明をさせていただく機会、まあ、労働者代表って形の先生なんかが、結構意見の取りまとめをしてくれて、評議員みたいなことで、評議員会か。評議員会の方で、学科のところに、ね、必ず情報来て、状況とか進捗は昔報は告。なかったでしょ、そういうのあんまり。そうなんですけど、逆に僕は全然わからない。着任した時にはもうすでに、前理事長のこととかがあったので、鋼鉄問題とあ、か。そうですね。まあで、それ以降ずっとこう、大学の学内改革っていうのをやってる様子っていうのは、こう、折に触れて拝見する機会があるので。で、まさに社会福祉学科なんていうのは、学校内での、まあ、いわば労働環境の中の福祉も含めて、まあ、労務環境をね、どういうふうにこう保持していくかとか、学生のそういう部分、まあ、健康の問題も、部活の問題も、精神的にも、身体的にも、制度的にも、どうするかというところにも、まあ、社会福祉学というものそのものが、そういう公共政策とかに大きく関わっているわけなんで、学内における公共性とか公益性とか、公共的な政策をどう打ち出すかというね、まあ、こういう問題意識を持って提言もできるんじゃないですかそうでね。すね。ご存知の通りだと思うんですけど、2024年の4月から、障害者差別撤廃法の関係の改正で、合理的配慮が、義務化されたじゃないですか。やっぱそうなってきたときに、まあ、そもそも、まあ、うち、そういうのの、やっぱこう、意見求められるって、うちと心理が非常に多いわけですけど、要は、心理学とそうね、そう、社会学ね。そう、社会福祉学ですかね。やっぱこう、合理的配慮っていうことの、じゃどこまでみたいなことだったりとか、どういうふうなにかそなこのか境ね、界を合見理つけ的てはくっ難しいんだ。ていうところでは、やっぱり、そういうのが出てきた文脈とか、そういう何がこう差別なのかみたいなところを含めてっていうのは、やっぱこう、うちの大学というか社会福祉学科の強みかもしれないし、あと、今ちょっと学内ですね、実はそのダイバーシティの推進に関わる委員会のお仕事も少しさせてもらっていて、日大もまあ、この昨今の流れの中で、一応日本大学の中では一番早くかな、そのダイバーシティ推進のためのことを、うちの学内で進めていて、っていうのも、副学部長の小浜先生って方がいるんですけど、小浜先生って方が女性の先生なんですけど、すごいそのジェンダー研究とか、東アジアのジェンダー研究をされている方で、その方が音頭を取って、こう、ダイバーシティの、推進っていうのもされていて、そういったところもあって、学内的にはかなり、なんていうのかな、こう、風通しよくやってるのかなっまあ、ていう。重要度っていうか、プレゼンスも、増してきているとは言えそるうですね。ね。で、だからダイバーシティのこともやり、その合理的配慮のこともやりっていう形で、よし、何より、まあ、日大の問題全体はね、私は本当にこう、組織、一部組織にいるんで、全部わかるわけじゃないですけど、少なくても。
各学科の単位で見れば、自分たちのところに来てくださっている学生さんに対しては、きちっと公正公平にすべきことをしているっていう自負はあるので、なかなか大学としての風当たりは強いですし、けれども、でやも、めて、まっとうな答弁ですえ、ね。でも本当まあ、にそう検で事になっても大丈夫です。す。でも本当にそうで、例えばね、いろんなこう問題があったけれども、それって正直な話、大きな組織に所属していて、自分の所属している組織が何かあったからといって、一人一人のアイデンティティまで毀損されるっていうのはまた違うと思うんです全よ然ね。違うね。で、それっていうのは、やっぱりこう、逆にそういうふうに、きちっと自分の問題と他人の問題を分けることあで、るいは組織の問題そう、と、個の問題と、そう自で分す。がね、どこまで。大きい組織の問題が起こるっていうのは、ある意味で言えば、その組織とは何かっていうのを問うべきであるし、個の問題っていうふうに矮小化してしまうことで、より大きな問題が見えなくなる。さっきの先生、例えば、ね、意思決定の話をされてたと思うんですけど、例えば患者一人がこう決めたことっていうのが、さっきの文脈で言えばそれしか決断ができなかったとして、じゃあそういう決断ができる、しかできないのは個人の問題だよねって、個人に帰責されるのって多分違うと思うんです違うよ。ね。で、それはそういう選択肢しか提供できない社会っていうのはどういうものになっているのかっていう、より大きな問題として、と結びつけながら、個人の部分と大きな組織の問題と両方考えなきゃいけないっていうなってくると思うんです。そうなってきたときに、あまりにその個別の人々が自分の問題ごと化しすぎるのも、一応なんか政府というか社会福祉の領域ではね、我がごと丸ごとっていう表現もあるんだなけるれど、ほど。我がごと丸ごと社会我福祉が子と丸丸ごごとと。ね。そう。要はその社会の問題は一人一人の問題だって認識して、みんな一人一人が頑張ろうっていうのはあるんだけれども、そこに、こう、ある程度、こう、つながりがあったとしても、完全に一体になってしまうと、それは社会というものを見失うきっかけになるので、うちの大学の問題で言っても、大きな社会としての日大文化みたいなものが抱えている問題は、それはそれとしてやるべきだし、その中で自分たちのこう判断がもしかしたらこう違うこと、まっとうではないのかもしれないけど、この点検はこの点検でやるべきって形で、同時進行でやるべきなので、あんまりこう、両方を一緒くたにしすぎないことは大事なのかなっていうのは思いままあ、すね。社会学をやってる、社会福祉学をやってる人の観点ですが、納得いきますね。ところでね、今言った合理的配慮の問題だけどね、これ結構合理的配慮の合理的って何かって難しいと思うのは、先ほどできた問題に、引きず、あの、接続して言うと、ナラティブベースとメディソンが持っている、まあ、非合理を含む合理性っていうのは、ナラティブの中に絶対あるわけだよね。ありますだって、ね。お迎え現象みたいなことがあって、ある意味では、それ実証的にね、証明できるのかと言われたら、それはみんなに、こうね、再現性があるわけじゃない。けれども、10人に数人は結構何人かお迎え、みたいな。これは彼らの、その死を迎える一個以下だとか、その医療をどの辺でね、もう結構ですと、これ以上、こう、延命的な、その、例えばチューブ化して、その、こう、手術を受けたり、こう、抗がん剤治療をね、継続していくっていうんじゃなくて、その今の自然状態を維持しながら、自分の、こう、日常生活を大事にするような生活を送りたいです、みたいな患者側の希望があったとして、これは合法的な範囲内で、どういうふうな措置が取れるかという合理性っていうことを考えると、結構そのエビデンスとベースとメディスンの立場と、ナラティブベースとメディスンの立場では違いが出てくる可能性があるじゃない。でもどちらも一つの、こう、何て言うのかな。もちろんエビデンスベースの方は実証的な合理性。ナラティブベースと、今、ある意味で経験的な、経験則的な合理性はあるわけだよね。そうですね。こういうふうな合理的配慮というふうなものを考えるときに、その合理性の範囲とか、そのドミナントなね、中心的な部分をどこに置くのかっていうのは、どういうふうに考えているんでしょうかね。
そうね。そう、合理的配慮。その多分合理的配慮がの問題を、実はその何が合理的かっていうことではなくって、配慮って言葉だと僕は思うんですね。あれ確か、でも何が合理的であるか分からないと配慮できないんじゃないの？そこが配慮じゃないと思うんです。あれ原文は確か合理的に調整なんですよね。調整？要は、英語で言うと英語何だ？で、特にちょっと、もともとは多目的調整？分、ラショナル？ラショナル？合理的配慮の言語は、ちょっとごめん。この何月だっけ？リーズナブルアコモデーションなんですよ。あ、リーズナブルね。そう、リーズナブルアコモデーションなので、アコーデーション。アコモデーション。アコモデーション。そう。アコモデーション。リーズナブルアコモデーションなので、アジャストメントとかモディフィケーションを含むような調整なんですよ。で、っていうの、配慮っていうのは、何かを基準にして、こちらが想像しなければならないっていうのが多分配慮だと思うんですよね。で、それはなんか、こちらが配慮するっていう、だけど、実際には異なる意見があって、私はこれこれに基づいてこれが合理的だと思う。で、私は、見てる私からすると、こういう根拠から見て、こういうのが合理的だと思うっていう、それぞれの意見を出し合いながら、じゃあ、両方の意見をなるべく、こう、叶える形の落としどころはどこだろうって探っていく作業が、ある意味アコ本当モの意味デーでシのアョコモデーン。ションだと思うんです。で、配慮って言うから、その人はどのような立場に立っているのかとか、その立場に立つみたいな形で、私がその人になり代わって判断するっていう、ような作業が発生するような気がするんですよね、配慮っていう翻のは。訳でね、そう。つまり言語でね、そうすると調整というふうな訳語があってた方が良かったんじゃないっの？ていうふうに僕も思って、これもなんかネットでそういうような論文か何かで読んで、僕もその調整の方がいいんじゃないかっていうので、ずっと言っているところなんですよ。だから、合理的配慮、なんで日本語で配慮になったのかまでちょっと僕もちゃんと分かっていないところもあるんでそすれはけど。教育的配慮とかね、そういういろんな過去のコンテキストがあるがゆえに、調整というと政治的な何かが核兵器みたいになっちゃって、ちょっとマイナスイメージもあるじゃん。でもそこってなんかすごく日本的だなと僕は思うんです。逆にだって例えば、かもね。そう、政策形成過程における住民参加だって、ね。ある意味、あれって多分本質は異なる価値観とか利害を持つ人々の間の調整っていうのが多分一番大事で、みんな合意に至ることによりも、そこに向かってそれぞれが調整していくことがなければ合意に至らないわけで、なんか合意ありきとか、結論ありきじゃなくって、その途中をもうちょっとやるべきなんじゃないのっていうのは僕のスタンスなんこで。れ、日本文化論に関わり、日本システム論に関わるところだけど、ある種日本特殊でね、調整という言語か、配慮という言語かって言った時の、日本人の感じ方っていうのと、かなりそこは関わりがあるように思うんだよね。そうですね。調整というと、多くの日本人、というか、年配者の人たちは、何か、納得しがたい部分、力でね、強制的にねじ伏せられるみたいなイメージを持ちやすいんじゃないかと思うんです。極めて合理的ではなくて、むしろ夫婦合意を飲まされるみたいな、別に不正も含めて、そういうことが起こるんじゃないかっていう懸念が、どっかで生まれてくると思うんですよ。なこるんほなにど。日本人で駆け引き下手じゃん。だってその駆け引き、契約っていうのもないし、そっか慣れそっていか。ないし。だからそういう取引的なものっていうのは、ディールはね。でもトランプ大統領の話を見ても、ディール、ディール、ディールじゃなくて、ニューディール政策だし、ディールなんですよね。まさに駆け引きや取引なんですよ。日本はそこのところを表に出しづらい文脈、コンテキストがまず文化的にある。でも、配慮となったら違う。つまり配慮っていうのは、やっぱりそういう、教育的配慮もそうだけれど、何か慈愛を持って、何かをうまく包み込むっていうのか、配慮して相手を尊重していますよとか、多様なものの意見があったとしても、それぞれを無視しませんよみたいなニュアンスが配慮にはあるんだよね。だって、おもてなし好き文化だから。
ね。このおもてなしの文脈と配慮っていうこの言語がつながってしまうんだと思うよね。だから、利他と利己みたいな話だと思っていて、調整っていうとあくまでも利己心みたいなものを前提とするけど、配慮っていうと利他心みたいな風に見えるっていう、そういう日本的文脈があるあんだれよ。ですよね。コンテキストが。でだも、からそこで、配慮になったと思うんだよね。最終的にね。だから調整にならずに配慮になったっていうのは、そういう文化的なんですね。ある種、バイアスがね、あるのかな。かかって、コンテキストもバイアスかかってるから。逆にそう、実は、僕がさっき言った、食べてくれるうちのじいちゃんは、まあ、途中で最後、会社を辞めて、自営業で会社を起こしてた人なんですよ。で、一応所長って形でやってて、よく、ちっちゃい頃から、ビジネスでやるときは、最初はできるだけ、ふっかけるだけふっかけといて、最後真ん中で落としちゃいいっていうことをよく言ってた人だったんで、だから最初はふっかけろっていうのをもうちっちゃい頃から言われてたんですよ。だから僕の中で調整って全然悪いイメージがなくて、とりあえず出せるもん出しまあ、て、商いをやってる人にとってはね、どうするの、やっぱりアラブ世界の取引なんかもそうだよ。ね。やっぱりこう、大きく吹っかけて、それで、落としどころをお互いにに、こう、見探立してて、こうっ合理てい的う。な、リーズナブルなところを選ぶっていう。でも、日本人不得意だよね。吹っそうかけでられす。たら、ってとです思って、乗っちゃう、まあ、それに任されてしまう、言い任されてしまうみたいなところあるじゃん。その辺がね、ちょっともっだたかいら。ないのかもしれないですよね。そこがさっき言った、まあ、利他だから悪いとか、利他だからいいとか、利己だから悪いとかじゃなくって、最終的なゴールとしてどこを目指すかっていうことを考えたときに、最も、なんていうのかな、そこの道筋がわかるものにすればいいだけだと思うんで、だからそこの意味で、日本文化論的なその調整とか、あと配慮の違いとか、なんか語の訳語の当て方みたいなところは、ちょっと研究になるような、ちょっとね、小さい論文でいいからさ、その辺のところを少し学会でも、まあ、日本文化っていうか、日本のね、こう、多くの場合の、行動様式というか、日本人の考え方とか思考様式とか行動様式の中に、でもそれ、そういった言葉にめをめぐる、こう、五感のね、こう、意識みたいなものがあって、その政策決定とか条文の、こう、決定の中で、例えば憲法だってそうじゃないですか。どういう、こう、英語で書かれたものを、どういう日本語にするかっていうのかなり大問題だし、外交の次元においてもいっぱい出てきて、まあ、日本人向けの翻訳してることで結構あるじゃないですか。まさに配慮で。そうですで、ね。日本人にこれは受けないだろうと思うと、まあ、日本人に受け入れられやすい言葉で、日本政府は、外務省はね、そういう翻訳の仕方をして、あんまりこう抵抗がないように仕向けるとかっていうのは結構起こってんじゃない？あると思います。それは、例えば社会福祉で言うと、社会福祉って昔は社会事業って言ったわけじゃないですか。で、社会随事分業違うと、ね。社会福祉と社会事業同じだったの？だって社会事業が、だって日本のそれこそ社会事業大学ってあるわけじゃないですか。あれはなんかソーシャルワークなわけです。だからソーシャルのワーク。で、ちなみにこれ中国語でソーシャルワークって社会工作って書くんですよ。すごいそね。中国らしいね。う。情報工作。そう。そう。まあ、社会共工産作、党のなんとか工作みたいな。でもなんかそういう言葉で、それがだから事業じゃなくて福祉っていう風になってるなのるほも、ど。まあ、何なんだろうとかって、多分、確かに、そう。確かに。で、多分これから結構大きい問題だ大きいよ。問題で、応援するです。1984でしたっけ？で、要は言葉をコントロールすることによって思考はコントロールされるっていうのそはあこるじそゃないですか。こそこ。で、そこで多分、私たちが持ってる、例えばそのさっき住民参加の、で、逆に言うと同じ言葉を使レトってリッるクんのだけね、ど、騙しだよ。そう、レトリックは同じなんだけれども入ってるものが違うとか、例えば僕がさっき言った論文、その地域包括支援センターの、あれは民間委託っていうのをずっとキーワードにしていて、なぜ民間委託をするのかっていうのは、民間委託をするっていう行為の名前と行為のあり方は変わってないんだけど、その背後には、昔はその専門的な組織に任せるっていうレトリックがあったんだけれども、
2000年以降に法律化がされると、全国一律で同じサービスを提供すると、自治体が運営すると、能力差が生まれてしまって、サービスにばらつきが出るから、民間委託をするっていう形で、専門性よりも普遍性が重視されるみたいなことがあるわけですよ。で、やっぱ政策って、その時々に応じてやることと、でも経路依存的に、前の文脈から変えられないものがあって、そこをこう、うまく組み合わせる、組み替えるっていうようなことはあるし、で、例えばその、例えば男女雇用機会均等法の話で言っても、多分そのジェンダーみたいなものが、その機会、機会を増やすってところなのか、それともその労働資源としての活用なのかみたいなこととかのレトリックって多分時代によって違うし。まあ、政府なんかは労働資源としての活用を目指して、それをうまくこう口当たりの柔らかい言葉で誘ってんだろうな。で、そういうものを一つ一つその読み解いていく作業っていうのは、さっき多分合理的配慮と合理的な調整、アコモデーションをどう翻訳するかみたいな。もしかしたらもう先行研究あるかもしれないですけど、ちょっと調べてみないとですけまあ、ど、調べてみてください。そういう多分こうレトリック、政策上のレトリックって何なんだろうっていうのは、大問題そだ。う、私自分の研究の中でも関心を持ってきたところがつけられるなって今思いました。で、コンテンツはね、欧米が一緒だったりしても、これは最初に、ね、アウトプットになる。アウトプットの中にある中ですよね。で、プロセスはみんなそれぞれ違う。で、コンテクストはもっと違うわけだよ。そうですね。で、コンテストに歴史的、文化的っていうのが入っちゃうと、ただ政治的なね、コンテクストだけじゃなくて、ここまで来るとね、レトリックが、ある意味で、その詐欺とまでは言わないにしても、ある種、目くらまし的なレトリックもあり得るわけですよそうでね。すね。例えば、アベノミクスにしても、三本の矢であるとか、いろんなね、わかりやすいその表現で、こうなんかが打ち出されると、政策は、あたかも住民重視のように、あるいは国民重視のように聞こえるけれど、実際はその政策意図は、この一部の大企業を保護するための、その政策であったとしても、国民全体の公益性を担保するというかね、保障するようなものに、聞こえるように、こう言葉を近づけるというふうなことがあって、いっぱいやってるわけじゃん。そうですね。そういうその政治的なレトリック、ただのロジックではなくて、そのレトリックの問題は結構重要な社会問題であり、人々が騙されないようにっていうのかな、人々がまっとうにそれを検証していくときに、必要な意思のね、批判的な態度ですよね。そうですね。言葉をね、大事にするっていう。逆にでもそこは可能性がある部分としては、例えばその、本人の、ね、意思を尊重するみたいなのでいろんな文脈で言われるけど、ある意味そこが漠然とした定義だからこそ、例えばさっきの先生の教えていただいたセカンドオピニオン先生みたいに、エビデンスベースドじゃないナラティブベースドっていうものも、これは本人の意思を尊重する方法なんだっていうふうに方法論化ができるとか、多分、あと仏教とかの、僕もそこはわかんないんですけど、その、例えば同じ宗派でも、こういうふうに念じなければならないって言ったときに、でも念じればいいんでしょ？じゃあ踊ってみればいいじゃない？で、踊り念仏ができたりとか、概念が曖昧だからこそそこの中に、豊かさが生まれる。すべてがすべてきっちりと埋まっていれば、確定した定義だけは用いられていればいいのかって言ったらそうじゃなくって、その定義概念自体が緩いことによって活動とか実践に多様性が出るっていう可能性もあるのかなって思っていて。あんたは結構今、重要なことを言ってくれた。それはですね、法然の、称名念仏と、親鸞の、称名念仏、念仏と、一遍の踊り念仏の、どこに、同じ念仏、南無阿弥陀仏を唱えるっていうコンテンツは同じだとしても、そこが、持っている、この、言い付けとか文脈とか、形態方式、これは違うわけだよね。だからそこのところはすごく大事な、それぞれの宗派が分かれてきたりするところなんですよね。で、そのように禅宗においても、座禅をするっていうことは同じだけど、そこに言語をどうかませるか、つまり公案という、謎かけみたいなものをかませるか、
という臨済宗的なね、禅と、曹洞宗のように、そんな言語的な、こうね、中間物、媒介物は必要ないから、ただただ座れと。ただただその座る中に、もう、一つの、言語を介さない直接的な、こう、職人というのか、こう、直接的な、まあ、悟りというのか、まあ、直接的な、こう、理解ですよね。了解。そういうものの方が重要なんだというふうな立場も生まれてきて、全く言葉をめぐる扱い方が、結局対称性、対極性を持つわけだね。こういうことを考えると、禅にせよ、念仏にせよ、違う方式、方策がこういろいろ出てくるので、今言ったような、政策や、その福祉という過程の中でも、かなり幅が生まれてくる。この幅をね、が生み出されるコンテキストの場みたいなものを、どう広く捉えながら、より豊かなものにしていくことができるかっていうのは、極めて重要な政策のね、そうです課題でもある。ね。なんか、さっき、それこそ、座禅の組み方一つとっても、例えば、そういうふうに、数値化されてないかもしれないけども、例えば、こう、何か一つのことに、こう、集中して何も考えないということによって、思考をシャットダウンすることが、身体的に実際何かの影響を介して、そういう、悟り、呼吸とか呼ね。吸っていうふうな、その医学的な根拠だ。ある意味ではエビデンスベースだし、逆に呼吸法なんかまさにそうだね。で、逆になんか言葉を返してっていうのはある意味で言えばマナラントティブラをベー唱スえる。だと、マンナトララティ唱ブ、えることね。みたいなことだし、多分昔からそので孫先生が昔おっしゃってたのは、多分仏教っていうのはどちらかっていうと哲学だっていう話をずっとされてたと思うんだよね。で、その哲学っていう中のも、で、ある意味で哲学って科学とか学術だとして、ナラティブベースとな学問と、それからエビデンスのベースのな学問と、で、フィールドワーク的な実際に行って、その状況の中でやるものもあるし、もう全くそういったところとは別の、実験的な。実験的な、その寺院にこもって、寺院の中で特殊な環境を作ったことによって展開される学術みたいなものがあったとするならば、実は古来からやってきた歴史の中で積み重ねられてきた様々な実践っていうのは、今の学問とつながるんじゃないのか。で、それはそう今だの実ね。践になるんじゃないのかなと思いおお、まいいす。ところに気づいてくれました。まあ、まさにその通りですよ。だからその辺も含めて、これから中野くんの研究に生かしてくれれば、まあ、将来的にはね、まあ、今すぐに論文にせよということではなくて、そういう問題意識を持って、こう、ものを見たときに、宗教や文化という大きい領域と、今、具体的に、こう、社会学の中で考えるべき社会福祉とか、社会政策っていうものが、結構、離れているようで、いろんな重なりをね、持ってるんだっていうことが分かってきた方が、あなたの、教育、研究、いろんな意味で、より豊かになる。で、また社会にも役立つ。また、通りやすいっていうか、伝わりやすい。その辺もね、いろいろあると思うので、ぜひその辺、視野に入れて研究してください。ということで、最後の、時間にしたいと思います。まあ、あと5分か10分ぐらいで、この授業としてのまとまりをつけたいと思いますが、まあ、今後の抱負であれ、今の現状の中でこれをちょっともうちょっとやってみたいなというふうなことがあったら、何か。まあ、そうですね。大学の教員として今3年目になるわけで、まあ、大学っていうところのポジション、意味っていうのが分かってきた中で、やっぱり、自分は、やっぱり、教育と研究は分離するのか、それ、独立したものなのかって言ったら、やっぱ僕は違うと思っていて、やっぱ学生に、例えばですよ、学生に卒論書けようとか、なんかやれよって言ってる以上、自分も論文を書き続けなきゃいけないし、なんか、で、逆に、社会のことについて学ばせてもらう、一緒に学んでいくっていう意味で、なんか、教員であるけれども、そこに別に教員だとか、やることとして、社会的な責務として研究者であることの責務はあるけれども、
ベースの家は自分の教えてる学生も、それからこう一緒に研究してる皆さんも仲間であるってところは僕は絶対忘れたくないなと思っていて、で、その上で、こう、ある意味対等なというか、な部分を忘れたくないっていうのを常にやると。まあ、それが多分で、こうやって鎌田先生にこうやってね、今回も突然押しかける形で来させていただいたけども、すごくこう、フラットな立場でこう議論ができてるっていう、こういうのは残していきたいし、残していくためには自分の子が枯れてしまったらダメなので、枯れないようにとにかく知識を入れたいし、入れていく作業が多分博士論文を書いていくっていう作業にもなるし、博士論文から先の仕事っていうのもそうなのかなと。やっぱり、まずは自分が研究をするし、それの姿を見てエンパワーされる仲間を作って、一緒に仲間と研究をしていくっていう好循環を生み出すために、頑張っていきたいなっていうのが、まあ、大きなビジョンとしてはあると。で、それを達成するために、まあ、今月実は、再来週から社会性、あ、福祉学会社で会発表学する。会で、まあ、さっきちょうどその概念がどう変わってきたかって話をしてたんですけど、今回のテーマが、その近年、2010年代後半ぐらいから言われている、地域福祉の社会化、あ、てか政策化って概念がずっと言ってる先生がいて、それは、大いにその竹川、自分の元指導教員竹川先生が言ってた地域福祉の主流化、メインストリーミングっていう概念の、その先のものとして設定されてるんだけども、その政策化っていうと、じゃあ政策でなかったものが政策になるみたいな、なんかすごく政策としての地域福祉を研究している人間からすると不思議な概念を、今その研究っていうのをやっていて、それを報告させてもらったり、でも今回学会で京都に来させてもらったり、5月にもコメンテーターさせてもらって、多分秋にも報告してって形で、自分のインプットを作って、インプットした部分を即時出してアウトプットにしていって、他の人からコメントもらうことで、さらに大きくしてこう自分に取り組むっていうような好循環、新陳代謝を上げるっていうことは、絶やさずやっていきたいなっていうところですね。まあ、そういう意味で言うと、鎌田先生は本当にアウトプットのペースがもう尋常じゃなく早いっていうのが僕の中の昔からの印象だし、で、まあね。ムーンサルトレターもね、すごいこう、見てるまあ考と、えてないからな、大体今日がね。それでね、これを見てくれている、視聴者っていうのがいるかどうか、私もよく把握してないんだけどね。まあ、学生のいない京都武将大学とも言えるし、学長はいろんなところに多方面にいるとも言える京都武将大学ですけどね。これを主張してくださっている方々に強く言いたいんだね。中野幸輝くんみたいなね、学生は本当にいなかった。我が教育人生で。我が教育人生は1980年から公共的なね、まあ、高校教員から始まって、専門学校とか短大とか大学院、社会人、まあ、いろいろなところで、まあ、経歴を、そうね、80年からすれば、約45年。まあ、それ以前のアルバイトみたいなことからすれば、もう半世紀のね、教育プログラムに関わってきた人間ですけど、中野君は唯一無二ですね。それはね、彼が早稲田大学、まあ、今回も押しかけてきたような、押しかけ女房みたいなですね、やり方で登壇。登場してきたんだけどね、今回もね、伺っていいですかみたいな。で、早稲田大学で私33年間、非常勤講師をしはて、國學院大学では39年間、非常勤講師をして、まあ、一番長く非常勤講師した大学の2つなんですね、い。その國學院大学と早稲田大学。で、早稲田大学は山岳部、一番古いのは法学部。2番目に古いのは、長いのは政治経済学部。で、3番目が人間科学部。まあ、人間科学は一番所沢に遠いこともあって、5年間ぐらい短く。だけども、そういう中でですよ、中野くんのように押しかけてきた学生はね、もちろん質問に来る学生とか結構いますよ。まあ、いろいろね。それで、ちょっとこう、いろいろくっついてきて、いろんなところの、で一緒に、こう、ライブを見に行ったりとか、いろいろ、それはあるんだよ。だけど、あなたのように、私の授業に毎回ね、4年間ね、
ほぼ そうですね。毎回くっついて、カバンを持ってくれて、そして自分の重たい荷物を肩でね、彼も汗を拭きながらこうね、階段を4階とか3階で結構きついんだよね、整形の校舎。15号館でしたっけ？端っこのね、あそこですよそうそうそう、ね。15号館のね、一番イブカホールのね、図書館のある方の、ところだから結構遠くて、教員室からも一番遠くて、かつ3階とか4階だから大変なんだよね。階段上がるだけでね、エレベーターないしね。それで、夫婦言いながら2人で、重たい荷物が資料とかあるじゃん。学レ生のジュメところのがね、ね、レジュメとかあるから、それを持ってくれたりしてね、それ4年間やって、本当にね、感謝。そしてその間に、ベルリン自由大学で1年間。あの時は寂しかったよ。本当です気づかったよ、同時にね。それで、寂そうしいいうな。で、帰ってきてからね、1、2年手伝ってくれたよね。あれ嬉しかったですか。まあ、その間、いろいろあって、東京大学と A 大学に進んで。まあ、そのことも含めて、私が何かの時で、いろんな会議の委員会とかで遅れる時には、あなたに、ちょっと授業をね、30分の前半、やっててくれとか、いろんなことを頼んで、いまで、したね。最終段階になると、一コマ分をちょっとやってくれないかとかありね。ましたね。そういうこともあったよね。上智のあっちとで重なってたんですよね、確かにあの時はね。とかね。そういうようなこともあり、中野くんには本当にいろいろな形でお世話になったと同時に、そういう学生は本当にいなかった。では中野幸喜さんだけ。なので、唯一無二のね。私にとって、学生であり、今は教員に、それがね、なってきて、これから着々と、日大の中でも地方を固めていくと思いますし、まあ、どの大学の教員になっても、存分にね、その能力と人柄を発揮して、有用というのか、その、チームならチーム、教育集団の中で重要な役割を果たしていくことになると思うので、ぜひ今後とも頑張ってください。頑張ります。もう頑本当に、本当に頑張る。張れ。でね、期待してるよ。ありとがいうとうこございます。とで、これを今日の授業はね、します。学長、頼むよ。頑張ります。皆さんよろしくお願いします。はい。